東京国立競技場、歓声が一段と湧いてきます。1983年グレミオは世界一に輝きました。この時には日の丸とともに入場してきました。さあ両チームのスターティングイレブンです。ゴールキーパーアヤックス197センチ、ファンデルサールオランダ代表です。そしてブリントリベロキャプテンです。オランダ代表のリベロでもありますフランク・デブール、左足フリーキックの魅力があります。ボーガルド左サイドのディフェンダーです。この人だけがナショナルチームのメンバーではありません。ライギハー右サイドのディフェンダー、オランダ代表です。そしてロナルド・デブール、デブール兄弟の弟の方です。センターフォワードもやったことがありまして攻撃力があります。10番のリトマネン、今年のヨーロッパ最優秀選手の有力候補です。ダビッツオランダ代表、アヤックスはほとんどの選手がナショナルチームの代表です。ナイジェリア代表のフィニディ・ジョージ、右サイドの快速ウイング、そして左サイドは11番のオーフェル・マルス、今シーズン9得点好調です。クライハート19歳センターフォワード、オランダ代表です。ファン・バステンの再来と言われています。平均年齢はアヤックスは 23.3 歳です。ブリントを除くと 23.3 歳、平均身長が180センチです。ファンハール監督自信満々、今日のこの日にかけています。一方のグレミオ、12年ぶり2度目の世界一を狙います。ゴールキーパーブラジル代表のゴールキーパーダンレイ22歳です。リバローラパラグアイ代表のセンターバックです。そしてアジューソンキャプテン、センターバックリバローラとコンビを組みます。パラグアイ代表のアルセ、右サイドのディフェンダーです。ロージェル左サイド、20歳です。スピードがあります。この選手はブラジル代表候補。そしてジーニョ、サンパウロ FC で過去2回トヨタカップに勝ちました。世界一に輝いています。ゴイアーノ、この選手もサンパウロ FC でトヨタカップ世界一を経験しています。カルロス・ミゲル11番、この選手の左足のキックは正確です。アリウソンブラジル代表です。グレミオのダイナモと言われていますアリウソン。そしてパウローニです。フォワード7番、この選手のドリブルにご注目ください。ジャルデウ、ブラジル1のヘディングシュート名手です。サブのメンバーの中では後半リードを許すと18番のアレシャンドレが出てくるかもしれません。平均年齢は 24.5 歳、平均身長は 179.6 センチ。そしてフェルベ監督、自分の人生の中で最高の舞台だというこのトヨタカップを迎えましたフェルベ監督です。さてアヤックスのポジションズですが、ご覧のようにディフェンダー4人になっていますが、実はディフェンダーが3人、そしてミッドフィールドが4人と言われています。攻撃している時間が非常に多いアヤックス、したがってフランク・デブールが攻撃、あるいはブリントがこの中盤4人になっていきます。グレミオは J リーグでもおなじみの2トップです。 4-4 にディフェンダー4人、そしてミッドフィールドが4人、そして2トップです。ゴールキーパー守護神のダンレイがいます。両チームともにスター選手を揃えました。リトマネン、果たしてフィンランド代表は初めてのトヨタカップクラブの世界一に輝くんでしょうか。クライファート、ヨーロッパチャンピオンリーグの決勝リーグ再現なるかどうか。パウロ・ネス、そしてジャルデブ、この2トップ爆発するか。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、まもなくキックオフです。東京国立競技場、やや風が強いんです。6メートル、気温が 10.6 度。今日のレフェリーはイングランドのデビッド・エラレイさん41歳です。イングランドではレフェリーにとって最大の栄誉 FA カップの決勝戦笛を吹きました。グレミオはラフプレーの多いチームと聞いているが、先入観返金は一切持たないと言います。さあオランダに初めてのトヨタカップを持ち帰るか。アヤックス、そしてブラジルに5度目のこのトヨタカップ栄誉をもたらすかグレミオ。チームの名誉と母国の威信をかけて戦う第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップサッカークラブ世界一決定戦、キックオフになりました。前半の45分が始まりました。左にエンドを取りましたアヤックス、白に赤のユニフォーム、一方右にエンドを取ったのが黒のパンツ、そして黒、青、白のトリコロールカラーのグレミオルス。先制ゴール、先手を取るのはアヤックスか、それともグレミオか。右サイドにポーンとボールを送っていきますが、ゴールキーパーのファンデスサールです。加藤さん、この一戦ですが、まずこのアヤックスの攻撃力がどういうふうに前半戦出てくるかというふうに見ているんですが、どうでしょうね、立ち上がりは。そうですね、早めにねトップに入れてくるとは思うんですけども、ブラジルもやはりそのディフェンスにかけては非常に洗練されてますんでね。松本さん、前半のどうですか、20分間、パウロ・ヌニェス、ボールを持ってずっと進んでいきます。一番のポイントはね、このグレミオがアヤックスの速い攻撃を左右のですねタッチラインに追い込んで、取ったボールをいかに早く結びつける、攻撃に結びつけるか。グレミオが最初のシュート、左足、ファーストシュートはグレミオでした、カルロス・ミゲル。ですからね、多分立ち上がりね、グレミオが外へ外へ追い込むディフェンスをすると思いますね。それをね、どれだけ速いパスワークと展開力で突破するか、アヤックス。アヤックスの場合には、いわゆる中盤でボールを奪ってから人数が3人、4人、5人とあっという間に前線に飛び出していきますね。それと今もこのスピードを見てもらいたいですね。そうですね、今もありましたけれども、大きなパスが逆サイドへ来ますね、で薄い守備陣を突破するというこの戦い方ですね。両チームのスターティングイレブンをご紹介しておりますが、松本さん、アヤックスではなんといっても先ほど画面に出ましたが、さあ10番のリトマネン、この選手、そしてフェリリー・ジョージですが、これオフサイドの旗が上がっていました。やっぱり10番のリトマネン、この選手ですね、中盤から最前線へ飛び込んでいって得点をするという、そのタイミングの良さとですね突破力ね。それからクライハート9番、19歳、ヨーロッパチャンピオンリーグのヒーローです。それから加藤久志さん、左サイドのオーフェルマルス、この選手もですね、もうスピードにかけてはですねフィニティ・ジョージ、右サイドと全くもう並んだもので、非常に速いドリブルも持っています。そうですね、得点力もある。体型を見てもね、速そうな体型してますよね、足が長くて、腰がね、上にあってね、早く見たいですね、そういう場面ね。ボールを持った9番のジャルデウ、スルーパスは通りません。7番のパウロ・ヌニェスにスルーパスを出そうとしましたが、スルーパスは通りません。サッカークラブ世界一決定戦、世界実力ナンバーワンを決めますトヨタカップ、アヤックス対グレミオ。さてアヤックスのこのベンチサイドには田翔アナウンサーがいます。田翔さん、普段は大変感情の起伏が激しいファンハール監督なんですが、今日は試合前静かに話をしてくれました。選手は若干緊張している、でも自分たちのサッカー、自分たちのやり方に自信を持って戦うように指示したということです。で、相手のグレミオのゲームは VTR で4試合、この日本に来てから見ました。カウンター攻撃は非常に危険なんだけれども、自分のチームに全く心配はしていませんという話しています。そして最後に、日本の皆さんにも我々のスリリングで、そしてファンタスティックなサッカーをお見せしますと力強く話してくれました。41歳のファンハーレ監督、攻撃は最大の防御に、とにかく強くて魅力的なサッカーを披露しますというこのファンハーレ監督、アヤックス。オランダリーグでは去年からずっと負けを知りません。現在のところ49試合負けなし。一方のグレミオ、ブラジルはこのトヨタカップではフラメンゴ、そしてサンパウロ FC、 このグレミオ、いずれもトヨタカップでは4回とも負けていないんです。そのグレミオのサイドには鈴木健アナウンサーです。鈴木さん、フェリッペ監督はね、早くも試合開始早々から大きな声で指示を飛ばしていますね。選手たちの方は試合前、移動中のバスの中で歌を歌うなど、かなりリラックスした様子でいい緊張感を保っているといった感じでした。ホテルにおいては1時間以上のミーティングを行いました。パウルです。これはコーナーキックに変わりますが、いや、ボールキックです。コーナーキックは取れませんでした。パウルです。山下さん、はい、それでホテルで1時間以上のミーティングを行いまして、ポジショニングやマークなどかなり細かい指示を与えたそうです。それ以上は国家機密ですとフェリペ監督は言っていました。国家機密ね、はい、そして今日は組織と個人技、何よりもグレミオのファイティングスピリッツを日本の皆さんに見てほしいということです。さあ、いいスルーパスだった。パウルスシュート、ファンデルサール、今ね、ロングシュートを打っていきましたパウロ・ヌネス。立ち上がりですね、はい、このグレミオの守備っていうのがよく機能してますね、奪ったボールをですね前線早く送ってると、ややですねグレミオの立ち上がりいいという感じね。いや、加藤さんね、はい、アヤックスが一方的に攻めてくるかと思ったんですが、はい、これはちょっと予想とは逆ですね。そうですね、グレミオの方がね、はい、非常にボール取った後の処理が、パスの展開がいいですね。そういえば3月にグレミオはこの日本ベルディとゲームをやったんですが2対1、その時もボールを取った後に非常に速い攻めを見せました。さあ、アヤックスの攻めです。ここからどうするか。さあ、カウンターアタックに行くか。パウロス・ミエル、じーっと前線を見て、左サイド9番のジャルデが待っている。そのジャルデに中央にボールを渡して、さあジャルデがどうするか。右サイドパウロ・ヌネス、ここからアリューソン、アリューソンが出てきた。アリューソン10番、そしてポーンと浮かしてジャルディがゴール正面にいますが、ここから上げてジャルディのヘディングシュートは見られません。ゴールラインを割りました。一般のですね、この戦う前の予想っていうのは、はい、ややグレミオがですね劣勢なんですよね。ところがなんて言ってもね、ブラジル南米の選手たちというのはゲームに応じたプレーができる。ですからアヤックスのプレーというものを殺しながらですね、なおかつ自分たちのいいプレーというのを出せるっていうのが特徴ですからね。そうですよね、そのあたり非常に柔軟性がありますこのブラジル、グレミオです。10番のリトマネ、フィンランド代表。さあ、ここからブリントが上げて9番のクライファートに渡りません。立ち上がり両チーム一進一退の攻防が続いています。この選手が10番のアリウソン、グレミオの肺と言われていますダイナモ。すでにこのトヨタカップが終わった後にドイツのクラブへの移籍が決まっております。このアリウソンです。そのアリウソンがボールを持って、さあここからゆっくりと攻めていきます。アリウソンにリターンパス、リターンパス、そして9番のジャルデがここで待っている。パウロ・ヌネスは正面です。後ろに戻してカルロス・ミエル、アウトサイドでポンと出してパウロ・ヌネス、右サイドアルセ、2番のアルセ、アリウソン、ここでカットしました。さあ、ここからアヤックスが攻めに入るかどうか。ちょっとスローダウン、3番のキャプテンのブリント、これね中盤でね、はい、ほとんどマンツーマンに入られてね、ボール受けられないんですね。ここからうまくパスが出ました。そして9番のクライハート、ゆっくりと真ん中へ、そしてリトマネンが寄っていく。6番のロナウド・デブール、シュートは打たない、シュートは打たない。前半の8分を経過しました。両チームまだ得点がありません。シュートはまだこのグレミオが打ちました2本だけです。パウロ・ヌネス、パウロ・ヌネス7番、突破できません。左サイドボーガルド、ここでカットしました。グレミオ構成、ポーンとダイレクトで浮かそうというところ。ヤルデイが真ん中に待っています。右サイドパウロ・ヌネス、ヌネスが出していいパスタックはセンタリング。さあ、ヘディングシュートできないできない。ジャルデイぴったりと2人がマークを見せています。ジャルデイに対するマークはどうですか、加藤久さん。そうですね、やはり3人でゾーンで守りますが、ゴール前はぴったりとマンツーマンでいってますね。外から入ってくるときね、体をしっかり入れてますんでね。ロージェルに対するファウルで、さあここはチャンスです。ジャルデルはどこにいるか。ゴール右サイド正面にいます。今年45得点、そのうちの28本、 60% 以上がヘディングのゴールというジャルデル。さあ、ヘディングシュートはできない。197センチ、2メートル近いオランダ代表のファンデルサールが抑えました。立ち上がりはアヤックスがスピードに乗った展開でいくかと思われましたが、グレミオがややペースをつかんでいます。さあ、どっから自分たちのリズムを作っていくか。10番のリトマネンから左サイドオーフェルマルス、11番ブリント、3番が出てきました。そして7番のフィニティ・ジョージが走って、ここからセンターにポンとダイレクトを送って、ダンレイが出ます。ダンレイが出ます。ブラジル代表のダンレイ、前半の10分を経過しました。今の攻めがやはり得意のパターンでしょうね。そうですね、この外側から攻めることですね。やっぱり今ね、このグレミオのバックスが8人ゴールライン戻ってますんで、真ん中を突破っていうのは難しい。今のような攻めっていうのが一番いいでしょうね。まあグレミオのバックがね、珍しく裏を捉えましたよね。ああいう場面ってそうはないんですけどもね。ナイジェリア代表のフィニティ・ジョージ、ナイジェリアのブラックパンサーと異名を取っていますこのフィニティ・ジョージ。右サイドはフィニティ・ジョージ、そして左サイドは11番のオーケル・マルス。この2つの翼、非常にスピードがあります。フィニティ・ジョージからブリントが出てきます。そして前線に送りますが、ご覧のようにここはゴールキーパーのダンレイが出ます。それから加藤久志さん、このアヤックスの破壊的な攻め、スピードになった展開をどうやって防ぐかということで、グレミオがディフェンスラインをどれぐらいの深さでくるかなと思ったんですが、どうですか？そうですね、フォワードのディフェンスに入るラインはハーフウェイラインのセンターサークルのですね、相手陣側のとこあたりからですね、ちょうどそんなに浅いラインを引きませんね。そうですね。しかし前線のヌネス、それからジャルデを除いてあとの8人がですね、非常にこうバランスよく相手を捕まえてますね。それでゾーンで受け渡しはするんですけども、しかし一人一人のマークをしっかりやってますね。風は北西の風6メートル、やや風下に立っている青と黒と白の縦縞のユニフォームがグレミオ、風上に立っています。白に赤のユニフォームがアヤックス。クライハート9番リトマネンが前にいます。ここからクライハート、リトマネン、ワンツーはできない、浅いライン、ここはうまくオフサイドラインを作りましたグレミオのディフェンダーです。松本さん、ここでファールですか？そうですね、このアヤックスの9番ね、9番フライハートが倒れています。19歳、すごい選手ですよね。このユニフォームを見るとですね、ヨハン・クライフを思い出すんですけどもクライフまで行きますか。1970年代、このアヤックスのトータルフットボールが全世界を震撼させました。さあここでフリーキックのチャンス。4番のフランク・デブールが出てくるか。27.1メートル、フランク・デブールにとっては非常にいい距離です。左足、3番のブリント、右足、10番のリトマネンもいます。フランク・デブールはちょっと太ももを痛めてどうなのか。左足のシュート、ディフェンダーに当たりました、壁に当たりました。4番のフランク・デブールがちょっと左太もも裏側を痛めて、果たしてこの大会に出場できるか微妙だったんですが、本人はこのいわゆるクラブのワールドカップ、ここまで来て兄弟で出られる、これは非常に名誉なことなんだと、もう両親に感謝しています、どうしても出なければと、 100% 大丈夫ですと言っていますが、まだまだ完調ではない、しかしこのビッグゲームにもちろん出てきました、練習初日、2日と、自分1人で練習してましてね、3日目からチームと合同の練習入りましてね、完全に戻っていると思いますよ。ロナルド・デブール、そしてフランク・デブール、一卵性のソーセージェン、双子の兄弟、ほとんど正面から見ると見分けがつきません。背番号で覚えてください。4番がフランク・デブール、お兄さんの方です。そして6番がロナルド・デブール、2人ともオランダ代表。得点が0対0、前半の14分を経過しました。まずこの辺りはペースとしては、リズムとしては松本さん、グレミオのリズムじゃありませんか？ですね、中盤からの守備というものがうまくいってて、ボールを奪う回数っていうのは非常に多い、それとアヤックスのスピードのある攻撃というものをですね、完全にスローダウンさせて、今のようにこういうところでですね、持たせるサッカーですね、これじゃアヤックスのスピードの乗ったサッカーはできませんね。アヤックスといえばとにかく選手よりもボールが次から次に動いて、展開していって、そのスピードに乗ってゴールを奪うんです。その攻めが見られません。ここでファウルです。速い攻め、キャプテンマーク、袖に白いマークをつけている4番のアジューソン、右サイド、パスが通った、さあ誰かが正面にいる、さあパルメです、抜けるか、抜けた、左足シュート打てるか、左足シュート打てる、左サイド流して、ここで止まった。これ止まりました。パウロネスが懸命に抜こうとしましたが、左サイドボーガルドは抜けません。5番のジーニョ、サンパウロ FC からこのグレミオにやってきました。選手としてプレイヤーとして3度世界一に輝いた選手はまだいません。前半の15分を経過。白に赤のユニフォームアヤックス、やや攻めあぐんでいます。そして黒、青、白のトリコロールカラーが南米代表のブラジルのグレミオです。得点が0対0、ややグレミオが押しています。山下さん、アヤックスのファンハール監督、この15分間一言も指示を出していないんです。そうですか。でね、つい3分ほど前に、それまでずっと相手のフォーメーションをメモを取っていましてね、ようやく3分ほど前にその図が完成したところなんです。7番のフィニディ・ジョージ、そして2番のライジハ。さあどうするか。リトマネに10番に渡しました。一旦戻して6番のロナウド・デブール。デブールがずっと前に出てきた。フィニディ・ジョージ、そしてリトマネ真ん中にいる。そしてゴールの左サイドには9番のクライハート、その左に11番のオーフェルマルス。このライン、バックスのライン見てください。中盤の4人と最終ラインの4人がですね、ピシッとラインができてますよ。それを今アヤックスがね、突破できてない。なるほど。ここから速い攻め見せるか。4人の攻め、ロナウド・デブール、オフェルマルスが真ん中に入って、ここからロングシュート、左に行きました。3番ブリントのロングシュート。オランダ代表のリベロ、あのクーマンを代表の座から追いやりました、このリベロのブリントです。シュートの数はグレミオ、アヤックスともに2本です。このシュートを打った3番のブリント、1部リーグで400試合越してるというね、大変な選手ですよ。これ10年目のシーズンを迎えました、3番のブリントの今のシュート。ちょっとアリウソンが右足を引きずっていますが、大丈夫でしょうか。この大会が終わった後にアリウソンはドイツのカイザー・ストラウンに移籍が決まっています。300万ドルでこのドイツに移籍が決まっているアリウソン、本人としてはグレミオのファン、非常に私が去ることを残念と思っているでしょうが、しかし私自身もヨーロッパでプレーをしたいというこのアリウソンです。非常にガッツがあるムードメーカーの10番のアリウソン、8番のゴイアーノが出てきました。ギャルデルが最前線手を挙げています。手袋をしていますグレミオの選手。ブラジル、ポルトアレグレは夏に入りました。しかし冬にはこのブラジル最南部のポルトアレグレ、リオグランデドスール州は雪を見ることがあります。寒さはそんなに問題ないというヘルベ監督です。アジューソン、さあどこちらに展開するか。ここでボールを奪った、チャンスだったリトマネ。落ち着いています。ここはジーニョ、ヘッドで落として、ボーガルド、5番、3番のブリントがここに上がってきています。リベロのブリントが上がってきている。オーフェルマウス、激しいタックル、これはファウル。2番のアルセ、イエローカードが出ました。オーフェルマウスに対するチャージ。今の守備はね、ここですね、これ最終的にはファウルだったんですけど、こちらへボールを出させてですね、追い込むディフェンスっていうのをね、練習をしてたんですよ。なるほど、そういう今意図が見えましたね。見えた。さあフリーキックです。どうしますか。クライハートが寄っていきます。オーケルマウスにパスは届きません。10番のアリウソンです。サッカーのクラブ世界一決定戦、名実ともに実力世界ナンバーワンはアヤックスか、それともグレミオか。このトヨタカップクラブ世界一決定戦、その前身は1960年、35年前に始まりましたインターコンチネンタルカップでした。サッカーでは世界最高のレベルにありますヨーロッパと南米のクラブチャンピオン同士が実力世界ナンバーワンを決定する大会として開かれてきました。さあここから左足のロングシュート、左に蹴りましたアリウソン。10番アリウソンのロングシュート、左に切れていきました。積極的に遠いところからシュートを打っていきますグレミオ。場内を沸かせます。いいシュートですね、松本さん。この左足は見事ですね。さすがにドイツのクラブ、誘いがあったというのもよくわかります。このトヨタカップはインターコンチネンタルカップとして開かれてきましたが、ホームアンドウェイで開かれていました。で、60年代後半からサポーターの暴走、それからラフプレーの応酬などで荒れる大会となりました。そして1971年ついに今日戦っているアヤックスが出場辞退、73年もアヤックスが出場を辞退しております。その後大会が2回中止になるなど苦境に陥りました。そこで1980年からこの大会を一発勝負、東京で開催、トヨタカップということになりました。ここまで対戦成績は南米の10勝、そしてヨーロッパの5勝です。アヤックスのフィニディ・ジョージが今スパイクをチェンジしています。したがってアヤックスは今フィールドプレーヤーは9人しかいません。アジューソンキャプテンがいます。後半の20分を経過して0対0。さすがに両チームともに決定的なチャンスは奪えません。どちらかいうとグレミオがアヤックスのスピードのあるサッカーというものを完全にですね、抑えちゃってますね今。というのはグレミオはこの大会に入る前にこのポルトアレグレの100キロほど離れたところ西側にありますグラマード、標高が300メートル、ここで10日間の合宿を行いました。でブラジルの場合にはヨーロッパのサッカーはテレビ放送がいつも行われています。ビデオを入手してここでみっちりとアヤックスの対策を練ったでしょうね、松本さん。今回トヨタカップですね、初めて見ましたのはね、大体トヨタカップに来るチームは自分の良さをですね出そうという練習が多かった、ところがグレミオだけはですね相手の良さを消す練習をものすごくやってましたね。さあいいパスが出ました、2番のアルセン。しかしオーケルマルソ、ここまで下がりました。ゴールキックに変わります。山下さん、フェリッペ監督、グレミオなんですけれども、かなり試合開始早々から大きな声を出してまして、特に11番のカルロス・ミゲール、この選手にもうちょっと前目のポジションを取れということを話しています。そしてボールを持ったら速い攻め、ボールを取られたら早く戻れと、攻守の切り替えを早くするように、そういった指示を送ってますね。両チームともにやはり攻守の切り替え、これはよくトータルフットボールと言われますが、11番のオーケルマルスも今最終ラインまで下がっていましたが、加藤さん、このアヤックスの場合には全選手が攻撃の意識、それから守備のこの自分自身のポジションを非常に持ってますね。そうですね、明確に左サイド、右サイド、それからセンターと、でそのサイドで縦の1点戻ると、そういう動きがはっきりしてますね。クライフの70年代はこのポジションが決まっていませんが、しかしこのアヤックスの場合には現在ファンハーレ監督はある程度ポジションを決めながら全員で攻めて全員で守るというこのアヤックスです。ライジハー2番、さあフィリディ・ジョージに渡せません。ここで追い込んでいきます。ジャルデンがずっと追っていきます。アンデルサール12人目のフィールドプレーヤーとなりました。ここからダビッツ8番、ダビッツ8番、6番のロナウド・デブール、リトマネン真ん中に入れます。さあフィリディ・ジョージ右サイド、これはゴイアーノ、ゴイアーノがボールを渡しません。6番のロージェルがボールを渡しません。先ほどあそこから取られましたからね、今同じ形になった時に完全にね6番のロジェルがね戻っちゃいましたね。あの辺が読みといいますか、ゲームの流れで即ですねそれに応じたプレーっていうのができる。この辺りは加藤久さん、本当によく研究してるなという感じがしますね。そうですね、リベロのね4番のアジューソンがちょっと深めにポジションを取ってますよね、4人バックラインですけど、その辺もやっぱりアヤックス対策。5番のジーニが出ました、ジーニが出た、ジーニが出た、7番のパルンです。さあジャルデルが真ん中に流れて、右サイド流れていった、右サイド流れていった、アリューソン10番が真ん中です。ここからリターンパスは通りません。7番のヌネスへのパスは通りません。しかし相変わらずリズムはグレミオのリズム。最終ラインにいます。4番のアジューソンキャプテン、落ち着いてますね彼はね、ブラジル代表の経験もあります。6番のロジェール、そして10番のアリューソン、中盤でさあどうやってボールを出していこうかというところ。この選手がジャルデウ、すでにスコットランドのグラスゴーレンジャーズにこの選手も移籍が決まっています。400万ドル、そういえばトヨタカップに出場したサンパウロ FC のジュニーニョがイギリスのミドルスブラに800万ドルで決まりました。したがってもうこのジャルデウ自身も代表選手ぐらいのギャランティーといいますか、そういう移籍金でこのスコットランドに移籍することが決まっています。それだけ非常に価値のある選手。さあ9番のこのジャルデウ、ヘディングだけではなく足技を磨いてきたというこのジャルデウ。さあ7番のニアスが真ん中に待っています。アリューソンも寄ってきた。アリューソンにボールが当たらない。ここからリターンパス、トライアウト危ない。アイクスヒールパス、うまく流します。リートマレン。さあ3番のブリント、ロナウド・デブールがずっと寄っていきますが、9番のクライハート前線にいます。ディフェンダーは1234566人揃っています。だいぶパスがね、はい、リズムが良くなりましたね、アヤックスがね。7番のフィニディ・ジョージ、今日は1本破りました。さあここからリターンパスをもらえるかどうか。リトマネン無理をしません。10番のリトマネン、7番のフィニディ・ジョージ、ここからワンツーは使えない。よく読んでいますグリビオ。非常に守備がうまい。5番のジーヌが今じーっと見ていました。さあ左サイド、サイドを変えます。サイドチェンジしました。11番のオーケルマルス、5番のボーガルドが上がってきました。ここからボーガルド、リトマネン10番、ゴール正面ダビッツ、8番ブリント、最終ラインには4番のフランク・デブールが下がっています。ロナウド・デブール、スピードになった展開がなかなか見られない。さあフィニディ、スピードに乗れるかどうか。ここでカット、グレビオインターセプト。ここから7番のヌネス、どうするか。ヌネス抜けるか、ノーホイッスル、ノーホイッスル。3番のブリント、1回2番のライハーに戻しました。前半の26分を経過しました。白に赤のユニフォームアヤックス、そして黒青白のトリコロールカラーの縦縞のユニフォームグレミオ。両チームまだゴールがありません。0対0、最終ラインからさあどう攻めていくか。ゆっくりと流れていきます。アヤックスらしいスピーディーな展開がまだ見られません。クライハートにボールが当たりました。19歳のクライハート、そして5番のボーガルド、190センチ。まだこのボーガルドがなかなか上がるチャンスがありません。ラビッツから、さあスルーパス通ったか。オフェルマス、オフェルマスセンタリングした。シュート、シュート打たれ、シュートは打てません。この辺はね、南米の選手たちはうまいですよ。ゴール前のパスのコースを読んで、そのコースを完全に守備するというね。コーナーキックです。アヤックス両チームを通じて初めてのコーナーキック。前半の27分、フィニディ・ジョージが行きます。さあどうするか。4番のフランク・デブール、ヘディングが強い、上がってきました。そして9番のクライハート、ゴール正面走り込んでいく。クライハート9番に合わない。ディフェンダークリア、ディフェンダークリアしましたグレミオ。8番のゴイヤーノがクリアか。これはオフサイド、オフサイド、オフサイド、オフサイド。3人前に向きました。リトマネン、クライハート、そしてダビッツ狙っています。これを狙っているんです、アヤックス。山下さんね、まあこれ今オフサイドになったところですけどね、今日のこのゲームちょっと今重苦しいでしょ、重苦しいんですけども、この選手たちの気持ちって言いましたらね、私アヤックスはね世界一の名誉をかけてやってると。ところがグレミオの選手はね、自分のプレーを訴えて認めてもらってですね、生活に結びつけたいという戦いね。それは十二分に本当に南米の選手ありますね。ありますよ。7番のパウロ・ヌニェス、金髪の選手も実は J リーグ入りを非常に熱望しています。ですからそういう選手がですね、もうこの東京の国立競技場にやってきて、日本はもちろんのこと全世界に向けてアピールするプレー、そういうものを見せようということでしょうね。2番のアルセ、パラグアイ代表、ポーンと前に出してこのパスは通らない。この速い攻め、ロングパスから一発を狙っているグレミオです。アンデルサール、詰められた。このボールは、いやー、ああいう形も南米の選手は抜け目なく狙ってきますね。バックパスが入ったですね、ゴールキーパーに入ったら必ずきますね。あれはやはり相手にボールがあると分かっててもキーパーとしては嫌なもんですよね。7番のパウロンです、そして9番のジャルデウ、このホットライン、果たして先制ゴールが生まれるか、それともミドルシュート、ロングシュート、アヤックス先制のゴール、先手を取るかどうか。さあここからスルーしました。ゴールキーパーのダンレイに渡しましたアジューソン。10番のリトマネ、まだシュートは打てません。こういうシュートゾーンにね、入ってきた時はグレミオのバックスというのは必ずですね、ボールの出たところに2人あれば3人へ寄せてってね、絶対にシュートを打たせないっていう、その守備をしてますもんね。それは日本に来てからも練習していましたね。ボール持った人間にすっとチェックいく、はい、そして反対のゾーンも気をつけろと、はい、これがフェリペ監督のずっとテーマでした。4番のアジューソン、キャプテンです。前半の30分を経過して両チームまだ得点がありません。息を飲むような固唾を飲んでじっとこの国立の満員のお客さん、世界一決定戦を見守っています。左サイドちょっと長すぎました。ただそれからこの国立の芝がどうも両チームにとってみればやや芝の目が長いんだということで、このパスのスピードその辺りが時間かかるかもしれません。しかしアヤックスのこのパスのスピードの展開は非常に速いんです。ただそのスピードをグレミオがうまく殺してきています。ギャルデブ9番、ここからさあどうするか。ゴイヤーの8番、ボールを持ってアリューソン10番、ここでカット。6番のロナウド・デブール、弟左サイドオーフェルマウス、ハウト、そしてリトマネン10番つなぎます。フライハートは中央、そして2番のライハーが上がってきました。ライハーボールキープできるか。ここはうまくカットを見せました。グレミオ、ノーホイッスルです。ノーホイッスル流しています。アルバンテージを見ているレフェリー。さあクライハート9番、ダービッツ8番、ボーガルド、前線リトマネン、9番のクライハート真ん中に走り込んでいこうというところ。このボールはセンターリングできません。前半の31分を経過して両チーム得点がありません。今アヤックスの選手がね、はい、このグレミオの選手のうまさっていうのにですね手を焼いてますよね。練習を見る限りではですねそうでもないけれども、実戦になった時のこの応用動作の素晴らしさがなんといってもブラジルの選手たちの良さですね。実はこのアヤックス、グレミオ去年の1月にタイで対戦しました。タイ国王杯3位決定戦で当たったんですが、もちろん今日のメンバーとはかなりオーダーが違います。その時には2対2 PK 合戦の PK 戦の末にグレミオが3対2で勝っています。フィリペのセンターリング、ヘディングシュート、クライハート、クライハートのヘディングシュート左に切れていきました。今ね、はい、もうちょっと低いボールが欲しかったんですね、クライハート。ただしですね、相手よりも早くジャンプしてですね、見てください、ここから外へ出す、ね、左足でフィニディ・ジョージに渡してですね。しかしディフェンダーがまたよく詰めてますね。はい、ここで1本、はい、ここから2本3本でフィニッシュですからね。ここ、いやー、これはアヤックスの持ち味ですね。アヤックスの場合にはやはりワンタッチフットボールというんですか、こういう速い攻め、これが出た時にはチャンスが生まれます。しかし今のところ右サイドからチャンスを作っているこのアヤックスです。7番のフィニディ・ジョージ、このスピードが生かされています。しかし左のウィング、左の翼オーフェルマルス、ここからもチャンスが作れます。アヤックス、白に赤のユニフォーム、2番のライジハーがボールを持ちました。金髪に染めているこのライジハー、ゴールキーパーのファンデルサール、ご覧のようにキックを見せますが、フィードプレーヤーとして働くことを非常に監督から言われています。練習も行っています。ここからアリューソン、先ほどご紹介しましたタイで行われましたグレミオ対このアヤックスの対戦、グレミオが PK 戦で勝ちましたが、その時最後のこの PK を蹴ったのが10番のアリューソン、勝利を決める PK でした。オーケルマルス11番、スピードがありますがこれ止まります。アルセン、なかなか左サイドが突破できません。25分ぐらいからアヤックスがだいぶこうリズムができてきたなという感じがするんですけどね。山下さん、はい、グレミのフェリペ監督はもっと中盤でチェックを早くしろと、もっと厳しくして中盤でボールを早く取れと、でボールを取ったらすぐに両サイドのオープンスペースに回すように、そういう指示を大声で出しています。松本さん、オーソドックスなこの指示ですね。で特にね、アヤックスは3バックですから、はい、どうしても外側はですねスペースができてますね。そこを早くつくということですね。アヤックスが中盤でチェックに行ってボールを取るという本来のそういう守りから攻め、そういうスタイルが見えてきました。7番のフィニディ・ジョージ、ディフェンダーはこのグレミオ 1、2、3、4、4 人揃っています。中盤も今4人います。ワントップのような形でジャルダイブが1人残っています。から出てこない。ケネディ・ジョージ、右サイドからの攻め。もうさーっとこの黒と青のユニフォームが引きますね。速いんです、これが。6番のロナウド・デブール、突破力がある。デブールが持っていった。2人かわしてフレディ・ジョージに、これはどうでしょう、コーナーキックを取りました。今のはいい試みですね、はい、非常にマークが厳しいですから、ドリブルで抜いて数的優位を作っちゃうという考え方ね。前半の35分、さあこのコーナーキック、アヤックスチャンスです。5番のボーガルド、ニアポストに上がってきました。4番のフランク・デブールも上がってきている。9番のスライハート、真ん中、逆サイドまで流れます。ここからカウンターアタックはいけません。7番のヌネスが残っていますが、カウンターアタックはいけない。今グレミオのエンドの方にアヤックスの選手が今9人入っています。さあここからダビッツ、8番ダビッツ、ダビッツがどうするか。ダビッツ1人かわして、1人、ここでファウル、笛を吹きました。アドバンテージを見てもよかったんですが、いいところでしかしフリーキック、おそらくフランク・デブールが出てくるでしょう。これは左利きのですね、キッカーにとってはいい方の角度ですよね。 25.8 メートル、フランク・デブールはだいたい26メートルぐらいのところ、常にフリーキックの練習をしています。ゴールキーパーはブラジル代表のダンデー。さあ壁が1、2、3、4人です。直接狙うのかどうなのか。7番のフィニティ・ジョージ、オーケルマウス、さあ3人でどうするか。ポーンとゴール前浮かしてシュートはできません。ヘディングクリア。さあここで落として、ああ、リトマネンがシュートを打とうというところですが、シュートは打てません。ここからさあカウンターアタックに行こうという、ここ2番のライギハーが残っていました。パウロ・ヌネスに通りません。ブリントが持ってスルーパス、抜けるか。クレイハート、9番クレイハート、そして流して、ここからシュートを取れるか、シュートできるか、クレイハートのシュートできれば、ディフェンダークリア。チャンスでした。アヤックス、上がってきたのはデブール、クライハート、そしてフィニディ・ジョージ、ロナウド・デブール、デブール。さあどうするか。ゴール正面にはクライハート、7番のフィニディ・ジョージ、リトマネン、ヒールパス流して、もう一回リトマネン、これはファールです。加藤さんがおっしゃるように、前半の25分過ぎからじわっじわっとペースを掴んできましたね。非常にリラックスして、ね、プレーし始めましたしね、ボールの回り方が違いますよ。はい、山下さん、はい、そのね、アヤックスのファンハール監督の最初の指示が出たんですがね、それは守りに対するものでしたね。フィリディ・ジョージが抜かれたときに、マークだけは徹底しろという声を上げた、その一言だけなんです。それと山下さんね、はい、このアヤックスの戦術というのは、サイドチェンジの速さなんですね。で前半15分までは2本しかなかったんだけども、15分から30分までのうち4本ということは、ね、倍になったんですよ。それだけ、ね、早くボールが回ってきたと。そうでしょうね、うん、だからグルミオはその守備というものをちょっと中盤ね、甘くなってきているということになりますね。それからやはりクロスに40メートルぐらいのですね、長いパスでサイドチェンジもできます、このアヤックスですが、まだそういう展開まで余裕がありませんね。うん、その長いですね、展開力っていうのはまだないね。奪われました。これはオフサイド。9番のジャルデウン、オフサイドフラッグが上がっています。まだこのジャルデウンの伝家の宝刀、ヘディングのキレ見ることができません。みたいですね。リベルタドーレス杯で12得点、得点王になりましたこのジャルデウンです。得点が0対0。さあアヤックス、真ん中にボールを送って流して、クライハートは突っ込んでいきますが、4番のアジューソン落ち着いています。これはファウルは取りません。10番のアリューソンのファウルをアピールを見せましたが、アヤックス。9番のクライハート、リトマネン、10番ブリント、左サイドオーケルマウス、ボールコントロールできず、ディーニョからのパス、ライハーがカット。じっと本当に息を殺して見つめます。世界一決定戦、これはかなり回されてますね、グレミアね。クライハートにボールが当たらない。前半の40分を経過した。得点が0対0。カルロス・ミエル、突破しました。 20m から 30m、これでジャルデウセンターに流れていきますが、まだボールをキープ。カルロス・ミエル、11番。さあここでコーナーキック取れるかどうか。ライハーがボールを取りました。ブリント、これを追い込んでいきます。グレミオ、スローインはグレミオ、11番。前半残り時間は5分を切りました。さあグレミオ、チャンス。ジャルデウが真ん中に待っている。ゴール正面で待っていますが、果たしてジャルデウのこの頭に合わせることができるかどうか。9番のジャルデウが行きます。ヘッドで落として、ロジェール。まだボールはグレミオ。10番のアリウソンが出てきました。パウロ・ヌネスも出てきました。ヌネス、ボールをキープできない。リトマネンが下がっています。さあ X、速い攻め、カウンターに行くか。11番のオーフェルマス、左サイドを流れる。ラビッツから、ここで止まりました。4番のクランク・デブール、最終ラインに下がっています。手元の時計では前半残りもう4分を切っていますが、オフサイドはない。ゴールキーパーの断礼よく出ました。危なかったグレミオ。10番のチェックが両チーム非常に厳しいんです。6番のロージェル、倒されてファールです。先ほどのところ危なかったダンレー。レフェリーがグレミオのベンチにちょっと注意を与えました。松本さんね、前半これで0対0でグレミオが折り返すとすれば、どうでしょう、グレミオにとってみれば。とすればですね、予定通りという感じね。加藤さん、アヤックスが点を取れないということになると、何が原因でしょう。そうですね、やはりなんかミスというよりはね、グレミオの守備のうまさっていうのをね、消されてますからね。やはり取れるとしたら、グレミオがやはりちょっとこう裏を取られる場面がね、出てきた時でしょうね。アヤックスは今シーズンオランダリーグで15試合で55得点、1試合平均 3.6 点以上上げていますが、まだ無得点です。さあジャルデンのヘディングシュートは見られません。ここからフィニディ・ジョージ、スピードがあります。快速のフィニディ・ジョージ、フィニディ・ジョージを引っ張った。ロージェルが引っ張りました。イエローカード、今日2枚目のイエローカード。引っ張ったのは8番のゴイヤーノでした。これはやはりこうしないと加藤さん、止まらないと思いましたか。そうですね、今突破されたらやはり一番得意な形を作られてしまうという感じでしたんでね。ライハーが出てきました。手を挙げている10番のリートマネン。ライハーどうするか。ここでなかなか早いですね、チェック。ロナウド・デブール、2人がかりのディフェンスです。ここで9番のジャルデウが抜けるか。ヌネスが右サイド、3番のブリント、左サイドオーフェルマルスを走らせます。速い。しかし2人がかりでマークを見せました。ノーホイッスル、らしさが出てきましたね、アヤックスね。しかし右サイド攻めに入ります。ジーニョは上がっていきます。パウロ・ヌネス、7番。手元の時計は残り1分を切りました。ジャルデウ、さあここからもう1回戻して、ジーニョから右サイドアルセが上がってきた。パウロ・ヌネス、シュート打てるか。ステーションシュート、ゴールキーパーのファンデルサール。10番のアリウソンが待っていましたが、直接打っていきました。パウロ・ヌネス、174センチしかないですけどね、俊敏性でね、このヨーロッパのですね、強いバックスというのをかわしてしまう。フラメンゴからこのグレミオにやってきましたパウロ・ヌネス。得点が0対0、まだ両チーム得点がありません。そう簡単にやすやすと得点は許しません。サッカーのクラブ世界一決定戦です。クラブのいわゆるワールドカップ、両チーム得点なし。おそらくグレミオとしては0対0でいけば100点満点でしょう。アヤックス前半果たして点が取れないのか。手元の時計45分を経過しました。さあロスタイムに入ります。フリーキック、ラストチャンスか。グレミオ9番のジャルデウ、ゴール正面、アリウソンが蹴ります。ゴールまでは 44.7m。 ジーニが出てきました。パウロンです。7番が右サイド、カルロス・ミゲール、11番が左サイドにいます。さあどうするか。おそらく前半最後のチャンスでしょう。ポーンと浮かしてディフェンダークリア。アジューソン、ここからここで前半終了しました。アヤックス、そしてグレミオ、両チームともにゴールを奪えませんでした。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、前半は両チーム無得点、0対0で折り返しました。サッカークラブ世界一決定戦第16回トヨタカップ、アヤックス対グレミオ、前半は0対0、両チーム譲りません。右にエンドを取りましたアヤックス。オランダの首都、人口70万のアムステルダム、チューリップと風車とアヤックスの街と言われています。一方、左にエンドを取りました黒、青、白の縦縞のユニフォーム、グレミオ、12年ぶりの2度目の優勝を狙います。世界が注目しますクラブサッカー世界一決定戦。ブラジルはフラメンゴ、サンパウロ FC、 そしてグレミオ、このトヨタカップでは負けを知りません。一方のアヤックスもオランダリーグ現在49試合、2年間にわたって負けを知りません。まさに両者とも負けないチームがこの東京国立競技場でぶつかり合っています。後半の45分が始まります。風はわずかに左から右に流れています。後半の45分間、果たして先制のゴールはアヤックスかグレミオか。45分が始まりました。後半はね、私の見方とすればアヤックスの攻撃が目立つと思うんですね。ただ速い横パスを中盤で行った中からどの時点で最前線のですね3人の選手に縦パス出るか、このタイミングが見どころだと。でグレミオはですね、押されながらもですねうまく守ると思うんですよ。で数少ないチャンスというのをですね、それもパスの回数が少ない分でゴールシュートに結びつけるんじゃないかと、こういうなんか後半予測するんですがね。両チームともにメンバーチェンジありません。加藤さん、はい、加藤さんはどう見ますか。松本さんがおっしゃったようにですね、グレミオの方はアヤックスのバックラインがやはり3バックだと。1対1の応対にミスが出たときに僕はやはり得点が生まれるんじゃないかなと思いますけどね。ミスがね、はい、それは両チームに共通して言えることかもしれませんね。そうですね、特にリベロが後ろに余っている選手がいませんのでね、ここからアリウソン、ボールを持った10番のアリウソン、右サイド、パウンです。ムネスがさあセンターリングできるかどうか。これはこうスローインです。今のは加藤さんが言ったミスですよね。取ったボールをですね最初のパスを相手に渡しちゃって攻め込まれたと。アルセからスローインしてパウルンです。アリウソン、本当空中戦、浮き球の処理、ゴール前に放り込んで、ここからディフェンダークリア。さあこのボール、アリウソン10番抜いた、ジャルデウ、左サイドからフリーになってシュート。左サイドフリーになっていましたローチェル。山下さん、はい、前半を戦い終えてアヤックスのファンハール監督なんですが、前半の試合中に作ったグレミオのフォーメーション図をトントンと叩きましてね、大体分かったという一言だけ、そしてミーティングを終えて出てきた監督に一言と言ったんですが、一切何も言葉はありませんでした。ああそうですか。さあここから10番のリトマネンのシュートを打ちました。 2m44 のクロスバーはるかに上を越えていきましたリトマネンのシュートです。両チームともに後半に入って立ち上がりチャンスを迎えましたがまだゴールを割ることができません。山下さん、はい、グレーベのフェリペ監督なんですが、前半についてはマークがちょっと緩くなっていると、中盤でボールを取られているんで、その間にどうかなという感じなんですね。やや押し込まれているといった印象を持っているようです。後半の指示に関しましてはこちらも一切の情報はありません。フェリペ監督ちょっと苛立っているかなという感じです。両チームともに無得点、そのあたり加藤久さんよくわかりますね。そうですね、特にグレミオは前半の後半を押されましたからね。ケネディ・ジョージ速いセンターリングしたヘディングシュートはできない。ダンデーパンチング。アリウソン10番、ここからボールを持って前線にジャルデブが走っていきますが、フランク・デブールキーパーが来ます。こういう場面がリベロがいないですからね、はい、しかしよくこのディフェンスでやってるなーって感じはするんですけど ね、やはり一人一人の能力が高いんですね。今度は右サイド、再び右サイド、やはりアヤックスはこのフィニディ・ジョージからチャンスを作っています。さあライハー、左サイド11番のオーフェルマウスがいますが、この11番のオーフェルマウスからまだチャンスは生まれていません。ライハー2番、フィニディ・ジョージ、ブリントリーボールを渡して、ここからオフサイドないゴールキーパーファンデサール、足で処理するしかありません。今が出ましたよね、今1対1になってますけどね、普通は1人前線に残ってたらもう1人2人で守るっていうのが原則にしてますけど、あれをやはりグレミオは狙ってますね。そうですね、もうギリギリのとこでジャルデウが狙ってますね。山下さん、はい、ファンハール監督の指示が1つだけ分かったんですけれどもね、それは立ち上がりは無理しなくていい、試合は後半25分からだという指示だそうです。いやとにかく前へ前へ攻撃重視のこのアヤックスファンハーレ監督、その心情から見るとちょっとこのやはり世界一決定戦違った作戦です。7番のバウンレス抜けない、よく読んでいますディフェンス。3番のブリント、したがって松本さん、はい、アヤックスとしてはやはり勝負無理をしない、そういうことでしょうね。一発勝負、アヤックスはですね、いややっぱり最初から勝負ですよ。グレミオがですね、そのアヤックスの猛攻というものを防いじゃって、はい、それから勝負に出ると。なるほど。さあスタンドの方は本当にこうワールドクラスのプレーじーっと見つめているという感じなんですが、スタンドのリポーターは金子さんです。金子さん、はい、実はねこの前半を見ているマッサーロとライカールとのコメントが取れました、で前半を見てマッサーロは言えることはアヤックスの方がチャンスが2回あった、そしてグレミオはチャンスはなかったと言っていますね。そしてライカールとはアヤックスがオフェンシブで、そしてグレミオがあまりにも守備的なのでこの試合の行方は難しいということです。で両者にこの試合どちらが勝つと思いますかと聞きましたら、ライカールとは私には分からない、そしてマッサーロは延長でアヤックスが勝つと言い切りました。延長戦でということですか。後半の5分を経過、左足を押さえています。ここで倒されましたロナルド・デブール。ロナルド・デブールは右足が利き足です。そしてフランク・デブールの方は反対に左足、大丈夫でしょうか。トヨタカップ延長戦が過去5回あります。第4回大会グレミオ・ハンブルガー SV、 そして6回大会ユベントス対アルヘンチノスジュニア、8回は FC ポルト、そしてペニャローレス。ゴール前ポーンと浮かしてどうか、切れました。ロナルド・デブールちょっと左足を引きずっています。さあコーナーキック、9回大会にはナショナルと PSV アイトホーヘン、 AC ミランとナショナルメデリンのゲームも延長戦に入っていましたが、さあフライハート真ん中に走っていくところ、ディフェンダークリア、アジューソンがクリアを見せました。オーバーヘッドでクリアを見せました10番のアリウソン。最終ラインには2番のライハーが残っています。ここからパウロンデスがずっと追っていきます。追っていってプレッシャーをかけて、さあこのボールを取りたいグレミオ。ローズボール8番のダビッツ、ダビスが取って真ん中に固まっているこの赤のユニフォームがさーっと開こうというところ。左サイド11番カルロス・ミゲル、7番のヌネスに送りました。さあジャルデルはゆっくりとセンターに入っていきます。センターリングした。ジャルデルシュート打てるか。おー、ゴールキーパーにヘディングでクリアを見せました。落ち着いています。3番のブリント、10年目に入りましたブリント。ブリントは実はサッカーの雑誌にもライターとして時々寄稿してるんですね。それだけ記事を書いてるというインテリジェンスがあります。アヤックスは彼からボールが出ていくって感じですね。そうですね、はい、やはりオランダ代表のリベロを務めているその力は十二分に持っていますが、これはホイッスル、アドバンテージを見てもよかったような感じですが、ここでイエローカード、今日3枚目が出ました。山下さん、アヤックスのファンハール監督はね、自分たちアヤックスのリズムが出てきたときにグレミオがファールで潰しに来るんではないかと、それであれだけゲームになってしまうとうちがピンチになるんだということも話していますね。ということは松本さん、はい、グレミオとしてはそのリズムをガサッと切っていこうと、それがいうこともあるでしょうね。彼らのゲームの読みですね。ブラジルではやはりサンパウロあるいはリオデジャネイロ、この辺りの地域のチームとしては非常にこの南部のグレミオインテルナショナル、このチームがどちらかというと苦手意識があります。それだけハードな当たりを持っています。でややアルゼンチンと近いということもありまして、ヨーロッパスタイルに近い形のこのグレミオなんですが、それでリズムを断ち切っていこうということでしょうか。ただリベルタドーレス杯優勝して、そういうこのグレミオが荒っぽいというのはだんだん印象が薄れかけていたというんですが、再びイエロー、アリューソンにイエローカードが出ました。4枚目。アリューソンが実はアルゼンチンとのゲームでナショナルチームですぐさま出場して退場になったんですが、前の選手がイエローカードを受けていて、それで交代出場、それをレフェリーが全く同じ人物だ、2枚で退場と勘違いしたそうですね。非常にアリューソンとしてはですね、その侵害だということを言ってましたこのアリューソンがイエローカードを受けました。ちょっとゲームの方がラフになってきましたが、ここからジャルデン、これはファールです。レフェリーのデビッド・エライリーさん、イングランドから来ましたが、今日は厳しくそして強く裁くと言いますが、イエローカードが4枚出ました。ここでもややデンジャラスプレー。後半の10分を経過して両チーム無得点。アヤックスのファンハーレ監督は後半25分からの勝負と言いました。はい、いいとこ出ましたね。ナイスパス、ダービッツからリトマネンにパスは通らない。アリューソン、ここで倒されました。ボーガルドが倒しました。イエローカードありません。アピールを見せる10番のアリューソンです。グレミオのベンチがかなり興奮していますが、イエローカードありません。ケネディ・ジョージ、3番のブリント、8番のダビッツ。ダビッツは日本の仏教に非常に興味を持っています。寺院に行きたいというこのダビッツ。11番のオーケル・マルスが追っていきます。ブリント、さあ右にフィニディ・ジョージがいるか。クライハートには渡らない。3人で囲いました。アジューソンがクリア、早いですね加藤さん。そうですね、前線のボールが当たった時に前半の中頃からね、目立つプレーが、グレミオがクリアしたボールがほとんどですね、アヤックスが取ってる。それをまたアヤックスが攻撃に結びつけるパターンが多くなりましたね。そうなんですよね、ここからシュートだった。シュートをゴールキーパーのダンレイ、ブラジル代表出ました。決定的なチャンス、リトマネン。ガムを噛みながらプレーを続けていますが、ゴール正面、ここでクリアしたボールがリトマネンの足元。ここでイエローかレッドか、レッドカードが出ますか。2枚目のイエローですが、レッドカードになりますね。9番のクライファートに対するファウル。3番のリバローラ、パラグアイ代表2枚目。グレミオ、リバローラセンターバックが退場です。10人で戦わなければいけません。山下さん、プレミアの方は先ほど2分ほど前からサブのメンバーがウォーミングアップを開始しています。さあ、このリバローラ、フィールドの外に出ます。過去トヨタカップでは91年にレッドスターベオグラードのサビチェビッチ、94年に AC ミランのコスタクルタが退場を受けました。3人目の退場ということになりました。グレミオピンチ。グレミオにとってみれば大変なことになりました。なんかアヤックスの速さにだんだんついていけなくなってですね、もうファウルしかないという感じが出てきましたね。後半の10人にリバローラが退場です。イエローカード2枚。これは特にタイっていうのはね、ヨーロッパのチームってね、やはり活動量とパワーがあるチームですから、人数がね少し1人減ってしまうということになると、これは大変ですね。足を上げていきましたね。これを見てきましたね。レフェリーはすぐさま退場です。人数が1人少なくなりましたグレミオ。ただね、このグレミオは南米の選手たちはボール持てますんで、10人を感じさせないサッカーっていうのがまたできる。その辺やっぱりこれから何かこう見どころ変えるという感じしますね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。その10人のグレミオ、パウロ・ヌネス、ボールを持ってボールまで生きています。10人のチームがね、勝つっていうことはサッカーではよく起こりますからね。11番のオーフェルマルスが、ここで11番のオーフェルマルスがアリウソンに感情を見舞いましたか。さあ、どうでしょう。やや後半1分を過ぎて荒れてきましたこの大会です。アリウソンが顔を押さえています。ラインズマンに確認ですね。さあ、どうしますか。グレミオの方はリバローラが退場になっています。現在10人。ラインズマンに確認をしましたが、ファウルでそのままプレーは続行のようです。レフェリーはイングランドのデビッド・エラレイさん。ここでオーフェルマウス、このシーンです。後半の15分。さあ、しかしここはフリーキック、チャンスになりましたグレミオです。オーフェルマウスがファウルを取られました。その後怒ったオーフェルマウスがアリウソンにやや手を出しましたが、さあ、誰が蹴るか。左足、カルロス・ミゲル。距離と角度はいいですね、これね。ジーニョ、壁は8枚当たった。ガサでここからルーズボール、シュート、右に切れました。左足のシュート、混戦からシュートを打っていきましたジャルデン。惜しいチャンス。ここで流して、左足のシュート。後半の16分。ここでリトマネンが10番が変わりますね。いや、グレミオです。グレミオのね、10番のアリウソンに代わってルシアーノが入りました。これはイエローカードもらってるんで、もう1枚もらったらですね、国になってしまうというベンチの考え方だと思いますよ。決してアリウソンプレー悪くなかったからね。それとリバローラ、センターバックが退場しました、ですからルシアーノ、このセンターバックを入れて最終ライン、守備固め、ということでしょうね。グレミオとしては非常に苦しくなりました。退場した画面真ん中がリバローラ、パラグアイ代表です。したがって守りを固めて、ますますカウンターアタック、これ1本にかけます。13番のルシアーノが入りましたグレミオ。人数的には優位に立っているこの白と赤のユニフォーム。アヤックス、リトマネン10番、ここでカット。ディフェンスラインは4人きっちりと揃っていますグレミオ。ヘッドで落としてパウロネスが走り込んでいきます。ゴールキーパーファンデルサール、5番のボーガルド。ここでクライファートポストプレー。リトマネンここで下がって、さあどう攻めていくか。まだ両チーム圧倒的に優位に攻めるということはできません。11番のオーケルマルス、リトマネンがずっと左に流れてきました。そしてクライハートが真ん中に入っていこうというところ。このボールはグレミオのスローイン。パウロンレス7番、そして9番のジャルデウ、この2人がいわゆる2トップ。グレミオとしては得点源、決定的なチャンスはまだ生まれません。一方のアヤックスの方は9番のクライハート、ヘディングシュート1本、いいシュートを見せました。しかしまだゴールを割ることができません。山下さん、はい、アヤックスでは長身のカヌーがウォーミングアップを本格的に始めました、ね、そうですか。197cm のナイジェリア代表のカヌー、後半に入ってよく投入されてきます。果たして誰がヒーローになるんでしょうか。最優秀選手にはトヨタ自動車株式会社から記念の盾とトヨタセリカ 3S2000 ツインカム16のゴールデンキーが贈られます。さあこのキーを手にするのはジャルデウかクライファートか、あるいはリトマネンか。さあここから右に流してフィジーの方にポンと上げてヘディングシュートは打たない。ディフェンダー守りましたグレミオ。青い壁、ジャルデン、ここに下がって右の2番のアウセが出てきました。アウセがずっと出てきて、ジーニョ5番、パウロ・ルネスにパスは通らない。ボーガルド、ここでカット。ここは 190cm の長身のこのボーガルドが勝ちました。パウロ・ルネスは身長 174cm、 ここから上げてヘディングが合わない。ディフェンダークリアです。先ほどの場面得点は0対0。アヤックスがまだ点が取れません。ここでパウロンです。2番のライジハーずっと上がっていって、7番のフリディ・ジョージはここに待っています。リトマネンが寄っていきます。9番のクライハート左サイド、そして11番のオフェルマウス左に待っています。ここからさあどうするか。ダビッツから縦パス1本通りません。フェネディ・ジョージ、オフサイドはない、オフサイドはない、オフサイドはない、レベル。ここからリトマネンからオフェルマウス、ここからやってシュート。クライファートのシュートですがゴールキーパー弾で抑えました。さすがにブラジル代表、今のは完全に狙ったんですけれどもね。ここからですね、ちょっとね、足の内側に当たったんですよね。しかしいい反応をしますね、そうですね。さすがに反応はもう抜群というこの断礼です。オーケルマルス、彼は22歳でしょ。そうなんですよ。ブラジルのオリンピック代表選手、フランスのワールドカップ最有力候補です。さあここでコーナーキック、フィニディ・ジョージが行きます。9番のクライハート逆サイドあたりちょっと遠いところ。6番のロナウド・デブール、そして4番のフランク・デブール上がってきました。白と赤のユニフォームが 2C5 人います。低いボール、ヘディングでクリア。ジーヌがクリアを見せました。リトマネン、ここからどうするか。逆サイドに振っていくか。これはオフサイドはありません。オフサイドはない、オフサイドはない。ここからロナウド・デブールセンターリング、詰めたが左。今度はコーナーキック左サイド、リトマネン10番のシュートは打てません。ここで5番のジーヌが倒れています。グレミオはフィードプレーヤー9人全員が変わりました。パウロネス1人トップで残ります。8人がこのペナルティーエリアに入りました。あ、カヌーが今スタンバイ。ポーンと浮かしてヘディングシュートは打たれ、ここからオーバーヘッドでクリア、見せます。今クリアしたのはジャルデブですか。そうですね、ルワンコ・カヌー、19歳の選手ですよね。そうなんですよ、さあここからアヤックス一方的に攻めてくる。センターリングできるかどうか、これはゴールキックに変わります。果たして最優秀選手は誰なんでしょうか。最優秀選手にはトヨタ自動車株式会社から記念の盾、そしてトヨタセリカ SS32000 ツインカム16のゴールデンキーが贈られます。ここで11番のオーフェルマルスに変えてカヌー登場です。山下さん、カヌーのところにわざわざファンハール監督が行きましてね、もっと攻めるんだと、そのためにお前が必要なんだ、どんどん前に行けということを言って送り出しました。この選手は実は93年ワールドユース日本で行われました。その時ナイジェリアが優勝したんですが、その時のベスト11に選ばれた選手。これでアヤックスが目をつけて、実は日本からの帰り、オランダのスキポール空港で本人はこのアヤックス入りを決定したそうです。さあカヌー197センチのセンターフォワードが出てきました。非常に柔らかいボールタッチを持っています。その15番のカヌー、長い足、このコンパスを生かして、しかしアヤックスのツートップになりますけども、これ9番と15番は、両方19歳です。19歳なんですよ。ですからアヤックスの場合にはプロのデビューがもう18歳でも構わないということで、その辺りの選手が世界のヒノキ舞台で登場してきます。フライヒ、それからアンバステンのんできるヘディングシュート、ジャルデウナヘディングシューター2つ、これは見せどころだったんですがね、9番のジャルデウ、一番得意の形ですよ、ヘディングで。ゴールの 60% 以上がこのヘディングシュートによるゴールというこのジャルデウ。もうあっという間に急成長、彗星のごとく現れましたジャルデウです。今4番のデブルがうまく体を寄せたんでね、ちょっとこう外側に開きましたよね。ここで選手が1人倒れました。イエローカード、カヌーに出ました。ゴイヤールに対してカヌーがイエローカード。後半の25分を経過しました。得点が0対0、黒に白、青の縦縞のユニフォームグレビオ、現在フィードプレーヤーは9人、したがって10人で戦っていますが0対0、アヤックスまだゴールを奪えません。8番のダビッツ、リトマネンスルーしてブリントが出てきました。3番のブリント、そしてロナルド・デブール、10番のリトマネン、2トップ9番のクライハートにボールが当たるかどうか。カヌーに渡った。カヌーがポーンと浮かしてダイレクトでボレーで落ちましたが、プリントジャストミートできません。アヤックスはいいタイミングでね、最前線へのこの縦パスがうまく出てるんですよ、ただラストシュートですね。なるほど、山下さん、ファンハール監督から指示がもう一つ、8番のダビッツにもっと上がれと、つまり左ウイングはお前なんだということを指示してるんですよ。そうですか。だからアヤックスは4トップのような形を取ろうとしています。カヌー倒されました。アジューソン、ここでチャージを見せましてフリーキック。8番のダビッツ、しかしやや左サイド下がっています。197センチのカヌー、そして188センチのクライファート、ヘディングシュート、クロスボールに当たった。もう一回ヘディングシュート、リトマネン、ディフェンダークリア、危なかったグレミオ、チャンスアヤックス。ここで6番のロナルド・デブールとロージェルが激突。ロナルド・デブールのファールです。ヘディングシュートはクロスバーに当たりました。これでリトマネンが詰めていったんですが、断礼が早いんです。11人のアヤックス、10人のグレミオ。アヤックスが後半に入って一方的に攻めてきました。ここでボールを奪ってカウンターアタックに行きたいグレミオですが、ここで9番のフライハートがフィードのピッチの外に出ています。頭を冷やしています。目のあたり、先ほど競った時に接触プレーがありましたね。それで外に出ました、左側の側頭部を抑えていますこのフライハート。まだフィールドの外にいます。現在フィードプレーヤーは9人対9人。激しい戦いになってきました。サッカークラブ世界一決定戦。ライハー、ブリントン、8番のダビッツ、どう攻めていくか。そしてボーガルドが上がってきてスルーしたが、ここからブリントン、ダビッツ、最終ラインにフランク・デ・ブール戻します。グレミオの選手は9人全員自陣に戻っています。そしてパウロ・ヌネスがややワントップ気味。ここからポストプレーを見せようというところ。さあカウンターアタックに行こうというグレミオ。パウロ・ヌネスゆっくりと左サイド、ジャルデウが上がっていく。パスが届いたカルロス・ミエル、カルロス・ミエル、カルロス・ミエル、かわした、かわした、かわした、倒れた、倒れた、どうか。 PK は取りません。 PK は取りません。 PK は取りません。10番のリトマネ、ボールが持ててドリブルがうまいですから、少ない人数を感じさせませんよね。それとやはり数少ないチャンスできた時にですね、そのチャンスだという捉え方がすごいですね。ダビッツ、リトマネンにパスはルーズボール。さあダイレクトで打っていきますとコースが変わります。ゴールキーパーダンレイが抑えました。まさに1対1、得点が0対0。先ほどのプレー、カルロス・ミゲルがドリブルで突破してこのプレー倒されましたがノーホイッスル。山下さん、この時グレミオベンチ全員が出ていきましたね。でしょうね。かなりエキサイトしてます、ゆっくりとブリントが持って上がります。左サイド、そしてダビッツ、9番のクライハート、ピッチに戻っています。ダビッツかわして、センターリング、カーブがかかりません。ルイス・フェリペ監督、うちのチームはフラメンゴあるいはパルメイラス、そういったスーパーチームではない、ティームワークでガッツで世界一を勝ち取るんだというこのグレミオ。守護神のダンレイ、後半の30分を経過しました。依然として0対0。サッカーのクラブ世界一決定戦、両者譲りません。守るグレミオ。さあチャンス、チャンスになった。スルーパス、通った通った、シュート、ジャルデウ、ジャルデウ、これで3本目ですね。そうなんですよね。左へ流したのとヘディングシュートミスったのと今とで、ここでスルーパスが見事に取って、ゴールキーパーファンデルサールも出ましたが、ここからのパスとですね、ジャルデウの走るコースがね、惜しかったですね。まだ両チームゴールを割れません。東京国立競技場、観客は47,129人と発表されました。南米代表グレミオ、一方ヨーロッパ代表のアヤックス、両チーム無得点。さあグレミオがボールを持った、どう攻めるか。9番のジャルデウ、左サイドに流れて、そしてパウロ・ヌネス、ゆっくりと真ん中に入っていこうというところ、ボールを奪い返しましたアヤックス。山田さん、このゲームはね、J リーグのような V ゴール形式じゃないですから、延長になればですね30分やりますね。ということでこの時間帯から1点入れられてね、そのまま終わるよりは、我々としたらこのレベルの高いサッカー延長まで見たいという気もしますね。ちょっと欲が深すぎますか、山下さん、フェリッペ監督、グレミオの方も守れ守れという指示は出していますね。なるほどね、当然そうでしょう。グレミオとしては1人人数が少ないんです。現在10人で戦っています。ディフェンスを固めます。5番のボーガルド。アヤックスはヨーロッパチャンピオンリーグの決勝戦でも AC ミランに苦しみましたが、後半に入ってクライハートの決勝ゴールでこれでヨーロッパチャンピオンに輝きました。山下さん、はい、両チームのサポーターが聖火台を挟んで左にアヤックスサポーター、右にグレミオサポーターがいるんですが、本当によっぽどのチャンスでない限りはもうじっとして動かない状態で凍りついているように見てるんですよね。それもそうでしょう。やはりもうサポーターの方も緊張してるでしょう。両チーム0対0。さあジャルデンパウローネスがスーッと流れていくところ、2番のアルセ、そしてカルロス・ミゲルをホイッスル上がりまして、クレバーオフサイド。数少ないチャンスをなんとかものにしようというグレミオ、一人一人がボールを持ってね、取られない状態からですね、ボールのない選手がスッスッスッと動いて、本当にこのピンポイントのパスでですね突破しようというね、なかなかそのあたりアヤックスの守りも堅いんです。ロナウド・デブール持って入ってカルーフィールパス、ケネディ・ジョージが待っていますが、このファウルがありました。ケネディ・ジョージがファウルを取られました。ここでグレミオが16番のマギノが入りまして、9番のジャルデンを下げるようですね。はい、当たってないと見ましたね。16番のマギノが入ってきました。ジャルデウ後半の33分、やはり決定的なチャンス、3本外しました、ヘルベ監督。今日はジャルデウは諦めます。しかし悔しそうな顔ですね、これ本当に今にも泣き出しそうな顔のこのジャルデウです。山下さんね、このマギノの投入はアヤックスの3番ブリントに自由にボールを持たせるなという意味合いも含まれているようですね。なるほど。さあここからどうか、ゴール前に流してシュートは当てません。パウロンです。ムネスどうするか、うまくドリブルで抜いていく。ドリブルワーク素晴らしいボールコントロール。2番のアルセ、ゴール前にマギノが待っている。16番、ちょっとしかしゲームの流れが変わってきましたね。少しずつね、この後半のこの35分に入ったあたり、残り1分、グレミオがね、一人一人ボールを持つ時間長くしてその勝負をかけてきましたね。どんどんですね、攻撃に参加していくという攻撃に変わってきた。さあいいところでフリーキックですよ。ここで4番のアジルソンが上がってきます。28m、ゴールまで。さあどうするか。ゴールキーパーはファンデルサール。どかしていいボール、ディフェンダークリア、ヘディングでクリア、ルーズボール。グレミオが試合して、まだボールはグレミオです。2番のアルセ、1人人数が少ないグレミオ、ここに来て押してきています。試合時間残り1分、勝負をかけてきました。10人でやるサッカーがですね慣れてきたんですよ。守ることと攻めることに対してね、そういうやはりこのゲームの流れのつかみ方のうまさ、それからゲームの読みのうまさですね。これ倒されましたがノーホイッスル、マギノが倒れましたがノーホイッスル。5番のジーニョ、これはファウル。13番のルシアーノ、そしてカノーと競り合いました。15番のカヌー、ヘディングシュートが見られるんでしょうか。このボールはアヤックスのボール。ちょっとこのところ5分間、グレミオが押してきました。さあグレミオとしてはトップで頑張るパウロ・ウィネス。7番、10番のアヤックスのリトマネ、ジャルデウ、エースのジャルデウを下げました。16番のマギノを入れています。これでで1人ずれていって、はい、一番距離の遠いところをですね、1人フリーにしとって、ボールのあるところは全部ですね、同じ人数にするというやり方ね。これ全部同じですね、人数が。ちょっとご覧いただきましょう。さあ、ここからフライハード、細かいパスをつないでいって、リートバレー、ここからボーガルドがセンタリングがディフェンダー、ブロックしました。最後のところは本当にセンタリングのコースに入ってね、両チームとも入れさせませんよね。2番のアルセが倒れました。体を寄せていくのが非常にうまいですね、グレミオが。しかし南米の選手というのは本当にこの出てきた場面、局面ですね、はい、それからゲームの流れの中のプレー、何をしたらいいかっていうことが一人一人がもう本当に的確なんですね。それができる選手の集まりなんですね、南米のサッカーってのは。まあ、アヤックスの強さはとにかくヨーロッパチャンピオンリーグで決勝で敗れた AC ミランのカペロ監督が70年代の黄金時代に戻りつつあると、今のアヤックスにはどこも勝てないだろうと言われた、それぐらいの破壊的な力を持っているんですが、グレミオに苦しんでいます。なんといってもアヤックスのスピードを殺しちゃって戦ってるというのがね、はい、ボーガルド5番、さあどうするか、なかなか突破させません。アルセが戻りました。これで10人、ボーガルド1人かわした、センタリングするか、このタックルはファウルありません。ボールに行ったということで、5番のジーニョ、深いタックルでした。ジーニョがトヨタカップ、グレミオを勝てばこれね、まあ、1人いくでしょ、はい、まあ、今これ抜かれてきたところ、ジーニョがいったんですけど、あの辺のカバーリングのうまさね、ポーンと戻してリトマネに取ってきません。ダビッツからリトマネ、ヘッドで落として、ここから展開できません。最終ラインまで下げます。太田君もいけますよね、ずっと追っていきます。右サイド、そしてこれでね、まず引いちゃうんですよ、1回ね。で守備の体系を作っといて、ゆっくりさせといてですね、それから集めていくんですね。はい、はい、これで寄せていく、寄せていくというね、じわじわ。ロナウド・デブール、そしてクランク・デブール、兄弟でパスが当たって、さあ左サイド5番のボーガルドが待っているが、ここでパスが通りません。ゴールの正面、人数は揃ってますね。最前線には15番のカノーがいます。ロナウド・デブール、ここからどうするか、デブール、ボーガルド、センターリング、これもクロスバーを越えました。カーブがかかりません。後半の40分を経過。さあ手元の時計では試合残り5分。アヤックスか、それともグレミオか。トヨタカップ大会史上6度目の延長戦に突入か。まあグレミオとすればね、どうしてもですね、外側にフリーの選手ができますよね。そのセンタリングに対する守備というものをどうやるか、これがポイントになってきますね。ですからそのあたりのもう守備のちょっとした隙、そこを果たしてアヤックスが突くことができるかどうか。アデューソン、7番のパウロネス、金髪のこのドリブラー、ボーガルドが戻ります。そして5番のボーガルド、徐々に上がってきました。カヌー、ゲートまでパスがダイレクトでつながっていく。もう一度ボーガルド、ボールをキープ、15番のカヌー、柔らかいタッチ、リートマネ、ボーガルド、ブリット、ここでボレーでジーヌがクリアを見せました。次第次第に手元の時計、試合時間が残り少なくなっていきます。さあカウンターアタックに行くか、グレミオ。7番のパウロ・ヌネス、ここで倒れたがノーホイッスル、リートマネ、ここもノーホイッスル激しい。ジーニョ、前にスルーパスはつながらない。4番のフランク・デブール、ブリント、周囲を見ます。フェニディ・ジョージ、右サイド、パスがクロス、ナイスパス、通った、さあ通った、カヌが前にいる、しかしここでカット、よくパスのコースを読んでいます。アジューソン、4番ジーニョ、そして右サイド、パウロ・ヌネス、そして16番のマゲロがいますが、ラビッツクリア。ゴールキーパーにヘディングで戻します。ゴールキーパーダンレイ、ヘディングによるバックパス、これは手で扱うことができます。5番のジーニョ、果たしてプレイヤーとして3度目の史上初の3度目の世界一なるかどうか。ヌネスが行きます、ヌネスが行きます。アンデルサール、これね、残り時間を気にしているのは僕はグレミオだと思いますね。そうでしょうね。後の時間をいかに守るかなんですよ。でまだアヤックスには余裕はありますね、攻めに。ただこのグレミオの守りが本当に計算されてピタッピタッと決まっていきますね、加藤さん。そうですね、このね左サイドのここだけはちょっとフリーにしてますね。ここからボーガルド、センターリングできるか。低いボール、このタッチで逃げました。5番のね、ボーガルドっていうのは実はミッドフィルダーのプレイヤーなんですね。だからね、この攻撃は得意ですよ。どうしてもね、うまいタイミング、いいタイミングであそこに飛び出すというね。そのボーガルドがボールを持ってセンターリング、ポストプレーできません。最終ラインに返します。フランク・デブール、今度はブリントも戻っていこうという体勢。2番のライハ、いよいよアヤックスのいわゆる前線に飛び出していくサッカー、その真骨頂が見られそうです。ここで戻してプレッシャーをかけます。ポーンと浮かしてボーガルド、手元の時計残り2分を切りました。ボーガルド、さあどうするか、センターリングできるかどうか。カヌーが前線待っている。15番カヌーに合うか、ディフェンダークリア。ここからここで細かすパスをつないでいって、ボールは行きました。ポーンと浮かしてリトマネンが突っ込んでいこうというところ、シュートはできません。得点の匂いがしてきたアヤックス。さあブリント残り1分を切った。クレバーとボールをキープすることができません。コントロールできませんでした。そしてグレミオ選手が1人倒れました。ご覧のように手元の時計では残り1分を切りました。ジーニョが倒れています。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップサッカークラブ世界一決定戦、果たして延長戦に突入するんでしょうか。得点が0対0、決勝ゴール、サヨナラゴールは生まれるんでしょうか。おそらくレフェリーは 2、3 分ロスタイムを取るでしょう。10人のグレミオ、よく守っています。一方のアヤックス、なかなかゴールを割ることができません。手元の時計45分、90分を戦い終わりました。さあロスタイムです。グレミオ、フリーキック、ワンチャンスを生かせるかどうか。決勝のゴール、サヨナラゴールがあるかどうか。ポーンと浮かして、さあここからのアヤックスの攻めです。9番のクライファート、ヨーロッパチャンピオンリーグのファイナルと同じように決勝ゴールを生むことができるか。フィンランド代表のこのリトマネン、ジャルデグはすでにベンチに下がっています。フランク・デブール、ブリント、右サイドロナルド・デブールを使います。これでセンターにヘディングシュートはできない。ここからシュートなんでダンレイがっちりと抑えました。7番のフィニディ・ジョージ、シュートを打っていきましたが、がっちりとダンレイが抑えました。アヤックスの現在2トップは 197cm のカヌー、そしてクライハート、この長身の選手2人が揃っています。まだロスタイムを取っている。危なかった。タッチに逃げます。ここで前後半90分を戦い終わりました。トヨタカップ、第16回のトヨタカップ延長戦に突入です。結局クライハートも点を取ることができませんでした。そしてジャルドイも点を取れずベンチに下がりました。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ延長戦に入りました。あいつがモルツに入るらしいぞ。あいつって例のあいつがあいつが神田君、わしはお払い箱男なら新モルツ、モルツがうまい。いいなぁ、丸ごと新しい日清ゴンブと新登場元祖マもよろしく。So being different bothers you. Never let it worry me. Go ahead, go for it. When you're out in front, there's nobody to imitate.Like it. 第16回のトヨタカップ前後半90分を戦って決着つかず延長戦に入ります。トヨタカップ史上延長戦は6回目です。ダブルバーガー、美味しいハーモニー、ベーコンチーズ、ダブルバーガー。グルメな190円、今だけマクドナルド。髪が傷んでいるとどんどん逃げるタンパク質。エッセンシャルダメージケアはタンパク質を逃がさない、タンパク質が強くなる。もう一つ上の美しい髪にエッセンシャルダメージケア。できることもっといっぱいあるんだ。スタート Windows 95 マイクロソフト。絶対君が好きだよ、なんて言葉。うまさにぎわう冬が来た、キリッとキリン冬仕立て。好き。Do you believe in love at first sight? ベストクリスマスイブの朝、地下鉄で見つけた偶然の恋の行方は、あなたが寝てる間に。HG で決める。もう崩れない資生堂 HG スーパーハードムース。硬い髪、柔らかい髪 HG。カラープリンタワー、カラープリンタワー。黒が締まると、黒が締まるとカラーが決まる。うん、決まった。ワオ。 NEC のカラープリンターピクティデビュー。年賀状もね。 NEC おいしそうだね。悪いね黒部。アフターナインのビールです。幸せなやつだな。アサヒ黒生新登場。どう。第16回トヨタカップは放送時間を延長してお送りいたします。大会史上6度目の延長戦です。前後半15分ハーフ、さあ30分の戦いです。松本伊子さんがおっしゃったように、このトヨタカップでは V ゴール形式ではありません、ですから、取ったところでゲームが終わりということじゃないありませんので、どうまた守るかですね、これは。それとやはりアヤックスがね、速攻が仕掛けられないとですね、守られちゃいますね。そうですね。だからアヤックスがどこで速攻が見せられるのかというのと、もう一つは左サイドのですね、5番のボーガルドの上がってセンタリング、あれが合わせられるかどうかですね。そうでしょうね。山下さん、マヤックスのファンハール監督もやはりね、スピードということを強調しています。なるほど。で、選手個々に関してはね、クライファートとリトマネ、この2人を捕まえて、お前たちのポイントが我がチームの攻撃の生命線なんだと、だから2人の距離を考えてゲームを作るようにと、かなり激しい調子で話をしました。熱血感のこのファンハール監督、加藤さん、そうですね、スピード、これ必要なんですよね、アイクスの場合には。そうですね、そこをグレビオがやっぱり持ち味出させないというポジショニングをしてますんでね、そのうまさに封じ込められています。10番のリトマネン、今年のヨーロッパ最優秀選手の有力候補です。9番のこのクライハート、クライハートは実は昨シーズン彗星のごとく現れましたが、 PSV アイントホーヘンに入りましたブラジル代表のロナウド、この選手はアヤックスは狙っていたんですが、このクライハートの出現でその600万ドルという接近、アヤックスは出さなくて済んだということで、非常にこのクライハートの出現がチームにとってプラスになっています。いろんな意味でプラスになっていますが、さあクライハート、まだこの爆発的なシュート力は見せていません。グレミオ、風は左から右に緩やかに流れています。風下です。1人かわして、ここからボールを持っていきます。ボールコントロール、これ止まりました。8番のゴイヤーノ、ブリント、リートマネン、まあね、アヤックスが点を取るとすれば、まあ理論上納得できるという速攻だろうと思うんですね。これがグレミオが取るっていうのは私は意外性で、予測もつかなかったプレーなんていうのが出てくるんじゃないかという気がします。しかし今素晴らしいステップワークでしたね、このパウロルですが、ずっと右から左に流れてきましたこのパウロルです。選手がグレミオ倒れています。山下さんね、カルロス・ミゲールのようですね、カルロス・ミゲールが倒れています。ちょっと先ほどお腹の辺りに足が入ったような感じだったんですが、このトヨタカップ過去延長戦は83年の4回大会、グレミオが2対1、エナートの2本のシュートでドイツのハンブルガー SV を破りました。そして6回大会にはユベントス、アルヘンチノスジュニア2対2決着つかず、 PK 戦でユベントスがその時は勝利を収めました。 FC ポルト、ペナロール第8回大会でした。そして9回大会がナーショナルメデリン対アイントホーヘン、この時には PK 戦で7対6、ナショナルが勝ちました。そして89年10回大会 AC ミランがナショナルメデンを1対0と破っています。さあフリーキック、ジーニョ、低いボールスルーできない。山下さん、リトマネン交代です。リトマネン交代、14番のロイサルを投入します。これでアヤックスは交代が3人目、トヨタカップは交代選手は3人、したがってもしゴールキーパーに何かがあると非常にアヤックスとしては難しくなりますが、ファンハーレ監督点が取れません。リトマネンに変えてロイサルを起用します。ゴール前にポーンと浮かせて、9番のクライファートには合いません。ついにリトマネンからロイサルに交代します。しかし入ってくる選手がですね、20歳ですよね。20歳なんですよ。この時間帯ね、やはりベテランを使ってという感じがあるんですけども、普通だったら本当に若手をどんどん使ってきますね。いや、ロイサルが入ってきました。失礼しました。アヤックスは2人目ですね。2人目です。リトマネンを変えました。もう1人交代要員がいます、アヤックス。さあここからマギノ、右サイドを流れてパウロルです。7番、ヌネスがどうするか。1人かわしたところで倒しましたが、ホイッスル、ファウルは取りません。山下さん、実は今日この国立競技場の5階で前日本代表監督のファルカン監督が、前監督が見ているんですが、90分見終わってマークについてグレミオは全く問題がないということですね。10人になって守りきらないことだ、カウンターを必ず頭に置いて16番のマギノを中心にカウンターを意識してマークをし続ければ勝機はあるということです。ブラジルのラジオ局の解説者として来日しましたファルカン監督、やはりそしてポルトアレグレに住んでいますのでこのグレミオの勝利を願っています。ただポルトアレグレ、これがファルカン前日本代表の監督ですが、実はポルトアレグレというのはグレミオとインテルナショナル、この2大チームがあります。このインテルナショナル出身のファルカンですが、ポルトアレグレはおそらく銀行の業務も仕事もこのトヨタカップが終わってからということですが延長戦に入りました。したがってなかなか仕事が手につかないことでしょう。延長前半の6分を経過、パウロンです。16番のマギノが真ん中にいます。ここで奪い返したオイサル、右サイド7番のフィニディ・ジョージ、ずっと前をゆっくりと上がっていきますが、浮かせてヘッドで落として、このボールシュート打てるか、ポーンと浮かしてディフェンダーが固まっている。グレミオディフェンダーが今7人待っていました。またグレミオの選手が1人倒れています。パウロ・ヌネスが倒れています。プレーは続行。6番のロナウド・デブール、9番のクライハートが行きます。そしてカヌーが抜け出られない。7番のフィニディ・ジョージ、ヤクスはやはりカヌーがちょっと生きてないですね、交代で入ってきましたけども、カヌーがもっとターゲットマンになって、柔らかい感じでスーッとですね、ディフェンスの裏にボールを通していくんですが、そこをまたよく研究しています。山下さん、グレミオ3人目の交代です。11番のカルロス・ミゲルに変えて14番のジェンソンが入ります。これで3人目、3人の交代が認められていますが、ヘルベ監督3人交代させました。カルロス・ミゲルに変えてジェウソンです。14番のジェウソンが入りました。先ほどちょっとカルロス・ミゲルがフィールドの外に出ましたので、ややその辺り対象不十分ということがあって、このジェウソンを起用してきたんでしょうか。得点は0対0、第16回のトヨタカップ延長戦に入っています。しかし第4回大会、グレミオはドイツのハンブルガー SV に2対1、延長戦レナトの決勝ゴールでこのトヨタカップを制しています。ブリント、ここからずっと左サイド、中央には9番のクライハート、ボーガルドが上がっています。5番、カウンターアタックに行けるかどうか。マギの16番、もう1回戻して、ここからポーンと浮かしてマギノは追っていくが、4番のフランク・デブールが追っていきます。ジャルデウに変えて入りました16番のマギノ、4番のフランク・デブール、大きな声で叱咤激励します。ブリントン、そして7番のフィニティ・ジョージ、右サイドを使うか、コントロールミス。しかしね、この今日の試合の前にね、ヨーロッパチャンピオンズカップ、スペインのマドリッド行ってね、あの名門レアル・マドリッドを2対0でですね破ってここへ来てるこのアヤックス、それをですねここまで0で抑えてるこのグレミオね。そうなんですよ。ロングシュート、パウロンです。しかもこのマドリッドアウェーのゲームで2対0とリアルマドリッドに対して完璧に勝ってきましたこのアヤックスなんですが、したがってそれだけに自信を持って乗り込んできたんですが、グレミオの前に本当に攻め手が最後ありません。9番のクライハート、これボールカット、ジーニョ、カヌーが追っていきます。カヌーが追っていって、これがコーナーキック。さあ 197cm のカヌー、そして9番のクライハート 188cm、 クライハートのヘディングシュート、ゴールが見られるかどうか。フィニディ・ジョージ、風は緩やかに左から右に流れています。このポジション、ゴール正面のフライハート、ニアポストには10番 197cm のカヌー、流したところを狙ってくるかどうか。正面4番のアジューソンクリア。ボールですね。左サイド、オフサイド。パスを出しましたがオフサイド。7番のフィニティ・ジョージ、左サイドに流れていました。得点が0対0、延長戦に入って10分、前後半15分、ハーフのこの延長戦です。アルセからボイヤーヌがセンタリング、ダイレクトで打ったところ、パウロヌスがテレサありました。ハンド、このグレニオはですね、攻撃に行ってる時5人がですね攻撃してるんですけども、その時に最終ラインの4人がですね絶対にこの攻撃に参加せずにラインを整えてるんですね。だからアヤックスの速攻ってのができないわけですよ。フィニティ・ジョージ、パスがどうか、これはファールです。あの辺りをうまく体を寄せていきます。厳しいとこついてきますよね、本当に。ただアヤックスの攻めはどちらかというと右サイド、このフィニティ・ジョージのところが強いという感じをヘルベ監督も見て取って、もうきっちりとマークを見せています。ゴールキーパーのダンレイ、まだアヤックスにゴールを許しません。パウロンです。7番16番のマギロ、マギロにパスが通って、シュートまで持っていきません。さあヌネス、そして16番のマギロというこのライン、ジーニュからのパスがうまくつながるかどうか。オーガルドが上がってきました。フリー、そして15番のカヌー、9番のクライファートが入ってきた。ここで倒されました。フリーキック。さあいいところでアヤックスフリーキックのチャンス。15番のカヌーが正面、そして9番のクライハートもいます。フランク・デブール、7番も上がってきました。14番のロイサルが行きます。そしてフィニディ・ジョージ、果たしてどちらか。ロイサルが、フィニディ・ジョージがポーンと浮かしてゴール前、ヘッドでクリア。ボーガルドのヘディング競ったところ、もう一回ポーンと浮かして、ジャックサイドいません、アヤックスいません、白に赤のユニフォームはいません。延長戦の前半の13分を経過、残り2分を切りました。今の4番のね、アジューソンが競りましたけども、本当にいいポジショニングしてますよね。得点が0対0、依然としてまだ両チームゴールを割ることができません。9番のクライハート、ずっと真ん中に流れていこうというところ。カヌーから右サイド、6番のロナルド・デブール、パスがサイドチェンジ通って、さあデブールからフィニディ・ジョージ、そしてライジハー、もう1回フィニディ・ジョージ、ロナルド・デブール上がってきている。ゴール正面に15番のカヌー待っている。クライハートが寄っていきます。ここでボールを奪いました。スルーパス、パロンです、パロンです。しかしダビッツよく守っています。前半、延長戦の前半14分を経過。これ今度は向こう左行くでしょ。そうしますとね、グレミオの選手がずっと向こう寄せてくんですよ、守備を。それで手前のですね、映ってないんですけども、その選手を振りにして全く対等の守備にしちゃいますね。ですからこの守備の基本みたいなのをよく知っていますが、フィニディ・ジョージ、ブリント、クライハート、そして左サイド、ダイレクトでシュートは打てません。ロイサルのシュートは打てません。まもなく延長戦15分を経過します。手元の時計、得点が0対0、依然としてこの均衡両チーム敗れません。手元の時計では延長前半15分を経過しました。105分を戦って両チーム無得点。ポーンと浮かせますがヘディングでクリア。後ろに戻すダービッツ。ここで延長前半を終わりました。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ取ります。できたできた。いやいい年賀状だね。なことがないように早めに作ろう年賀状。星からで送ろう。 Do you believe in love at first sight? クリスマスイブの朝、地下鉄で見つけた偶然の恋の行方は、あなたが寝てる間に。大接戦となりました今日のゲーム。得点が0対0。さあ延長後半の15分に入ります。これでも決着がつかない場合には PK 戦です。アヤックスのファンハーレ監督、おそらくこんなはずではないという気持ちでしょうね、松本さん。そうだと思いますね。ただね、ヨーロッパのサッカーっていうのはこうずっと見てまして、やはり速攻ができないときっていうのは苦戦しますね。グレミオは83年第4回大会延長戦に入ってハンブルガー SV 西ドイツに2対1、見事に破ってトヨタカップを制しました。12年ぶり2度目の優勝を狙いますグレミオ。一方のアヤックス、トヨタカップ勝てばもちろん初めての栄冠です。オランダのチームとしてもこのトヨタカップ初めての栄冠。ガイハートのシュート、ブロック。それよりも下さんね、はい、ひょっとしたら日本で初めてね、世界一決定戦の PK 合戦が2度目になる。3度目になりますね。そうかそうか、プラティニがそうなんですよ。2つありましたですね。ユベントスとね、ユベントスとアレンチノスジュニアがナショナルと PSV アイントホーヘン。したがってオランダのチームはこの PK 戦では敗れてるんですね。トヨタカップ、まだトヨタカップをオランダに持ち帰ったことがありません。ここでカット。ブラジルは攻撃がクローズアップされますけどね、本当、守りはうまいですね。守りも世界一うまいですよ。コースの切り方、体の寄せ方、本当参考にしてほしいですね。ボールを取りに行くときのタイミングね、同時に行く、持たせるとヒールパス、ここからシュート、体を寄せました。こういう寄せね、危ないと見ればアヤックス、すぐさまバックパス。ファンデルサールが11人目のフィードプレーヤーになって、ここからフランク・デブール、ロイサル左サイドに流れていくところ、14番パスが通って5番のボーガルド、右サイドフリニー・ジョージ、ゆっくりと上がっていきます。ボーガルド、さあスピードがある、センタリングはどうか、まだボールは生きています。厳しいところ、今も本当に体をきちっと寄せてますからね。さあコーナーキック、後半の2分。ここですね、守り疲れがグレミオ出てきてるかどうか。先制のゴール奪えるか。9番のクライハート、15番のカヌー、ニアポスト落としたところをいけるか。ヘディングはグレミオ。ダビッツ周囲を見ます。ブリンチ3番、7番のフィニティ・ジョージ、左サイドにいます。さあここからずっと持って上がって切り込んでいって、ダイレクトに上がったフィニティ・ジョージ、カーブをかけていきました。フィニティ・ジョージのシュート、やはりインサイドで思い切って狙っていこうというこのフィニディ・ジョージのシュートでした。そうですよね、アヤックスはもっとあの辺りからミドルシュートをガンガン打ってくるんですよね。カーブをかけましたよね、ぐわっと外側からね、内側に食い込むというようなキックの仕方ですね。ブリントン、そしてボーガルド、左サイドからチャンスを作ろうというアヤックス。これはファール、またイエローカードが出ました。ジェイソンにイエローカード、このゲームで7枚目のイエローカードです。トヨタカップでは去年の大会イエローカードが8枚というのがありました。 AC ミラン、そしてベレスセン、過去7枚は88年の PSV アイトホエンとナショナルモンテビデオのこのゲームが過去7枚というのがありました。フリーキック、ラングデブール、フィニディがこの左サイドからセンタリング、ディフェンダーグレミオがヘディングでクリアし見せます。ここでオフサイド、しかしじわじわっと空中戦を挑んできましたアヤックス。ただこのグレミオはこの大会の前の練習はいわゆる浮き球の守備、そして空中戦の守備、これをもう再三再四練習していました。ヨーロッパサッカーに対する準備ですね、はい、そういえば83年の時ゴールキーパーがあったのはマザロッピー、現在はグレミオのゴールキーパーコーチなんですが、ハンブルガー SV に対してもやはり空中戦で来るだろうと、それに対する対策を練っていたと。今回も同じようにこのアヤックスの高さ、マザロッピーが弾んでディフェンス陣に指示をしていました。あの時はね、はい、グレミオが2対1でリードしてからね、はい、ゴール前にハンブルガーがクロスボールを連続でね送り込んで、それをキーパーがとにかく、あるいはゴール前の2人のバックスがですねヘディングでクリアしたという、今思い出しました。そのゴールキーパーがマザロッピーで、現在はグレミオのゴールキーパーのコーチを行っています。したがってグレミオの全サッカーをプロジェクト東京、このトヨタカップにかけてきましたグレミオ。1人人数は少ないんです。しかしよく守っています。そしてカウンターアタックに行きたいところ、アヤックスポーンと浮かしてクライファーと落としたところ、シュートは打てない。ボーガルド、いいタックルですね。これもボールに行っています。パウロ・ヌネス、ここから8番のゴイアーノにパスは当たりません。5番のチーニョ、パウロ・ヌネス、マギノが16番真ん中にいます。ここで止めました。ここから速い攻めいけるか、ロイサル、右サイドビニディ・ジョージ、カヌーが流れて、もう1回分厚い攻めを見せますアヤックス。現在プレイヤーはアヤックス11人、グレミオ10人。右サイドロナウド・デブール、さあスーパーソータが、オフサイド、得意のパターンアヤックス。右サイドからフィリティ・ジョージが突っ込んでいきましたがオフサイド。延長戦も後半6分を経過、0対0。ゲームをね、はい、このプレイヤー全員でやってるようですけども、一番やはり基本になってるのは1対1のボールのあるところの戦いですよね。そこで勝つか負けるかで全ての状況が変わってきてしまうという、この激しい1対1っていうのがやっぱり見ものですね、今日このゲーム。局面のこの打開策、はい、これをどうやるかということでしょうね、加藤さん。はい、本当にボンプレーというのはないですからね、きちっとボールを止めていきます。はい、もう緊張感あふれるすごい試合ですね。今画面に映りましたアヤックスのファンハーレ監督、オランダリーグ、オランダカップ、そしてヨーロッパチャンピオンリーグ、ヨーロッパスーパーカップ、そしてこのトヨタカップ5大トロフィーを今年栄冠を勝ち取ろうという夢を描いています。今のファウルスローですか。スローイグのやり直しです。ヌネス、うまいボールを取った、ここで倒した。ダビッツにこれイエローカードありました。これで8枚目です。イエローカードは8枚目。と言ってもね、はい、あそこをですね今のようなプレーじゃなくて止められないんですよ、止めないとですね決定的なピンチになっちゃうからどうしてもやらざるを得ない。去年の大会と同じイエローカードの数になりました。激しい戦いです。サッカークラブ世界一決定戦、グレビオかアヤックスか、1人人数が多い白と赤のユニフォームアヤックス、ここでカット。さあここでチャンスです。5番のジーニが出てきました。十分に直接狙える距離、しかしどうするか。2番のアルセも出てきた。 36.1m、 フェルベ監督もちらっと見ました、ジーニョ。さあどうするか。4番のアジュルソンも上がってきています。2番のアルセ、そしてジーニョ。ジーニョが直線狙った、低いボール、もう1回ゴール前クリア。アヤックス延長戦後半のまもなく10分になろうというところ、まだ得点がありません。フィリディ・ジョージ7番、センターリング速い攻め、カノーニは当たりません。本当に最後のところが一番しっかりしてますね。いわゆるラストパス、ここを出していくんですがグレミオ破らせません。もう1回右サイド、正確なパスです。40m はあろうかというフランク・デブルーのパス、世界の技を見せます。しかし延長戦に入ってやはり人数が多いアヤックス、一方的に攻めていきます。さあヌネス、カウンターアタックで点が取れるかどうか。フランク・デブルー、ダービッツ、ゴール前ポーンと浮かして空中戦から落としてメディ・ジョージ、ゴール前上げた、空中戦落としてシュート、左足クライハートの左足のシュート、 2m44 のクロスバーを越えていきました。昨日ね、はい、アヤックスの広報担当の方が来てますけども、明日のゲームどうなるかって聞いたんですよ。そしたらね 0-0 だって言ったんですね。ところがその言葉が終わった後にスタートの時はねなんて言ってましたんですが、いやーこんなにね延長まで 0-0 ということは予測もしなかった。いやーそうでしょうね。100分を超えて両チーム得点なし、延長後半15分を戦って得点がなければ PK 戦に入ります。大会史上3度目の PK 戦に入るんでしょうか。グレミを守りきるか、それともここまで来れば加藤さん、もう決勝ゴール、サヨナラゴールと言ってもいいかもしれませんね。そうですね、アヤックスがもうこういう放り込みをしてきましたね、最後の時間帯でね。残り4分を切りました。フィリディ・ジョージ、センターリング破れない。ゴール前は4人きっちり守っていますグレミオ。守るグレミオ、そして攻めるアヤックス。グリーン、ボーガルド、いやーうまいですね今。さあここで、まあ、レフリー流しましたけどね、トヨタカップ0対0で PK 戦に入るのは大会史上初めてです。まさに世界一決定戦、ヨーロッパ代表そして南米代表、そのメンツ威信をかけて両チーム世界一を、ワールドチャンピオンを目指しますが0対0、抜ければチャンスというこのアヤックスの攻め。最終ラインからもうね前線にどんどん入れてくるようになりましたね。ポーンと再び浮かして落としたところでヘディングシュートは右に切れました。カノーのシュート右に切れていきました。手元の時計、延長後半13分になろうというところ、ご覧のようにスコアボード0対0。ダンデー、アンデルサーともにゴールを割らせません。残り2分を切りました。果たしてサヨナラゴールはあるかどうか。ヨーロッパチャンピオンアヤックス、そして南米チャンピオングレミオ、0対0。ここから入れてきますね。ここからポーンと入れてきて、クレファーと落としてディフェンダークリア、ブリントン落としてオフサイド。ロイサルが飛び出していきましたがオフサイド。松本さん、はい、グレミオとしてはもうここは耐えるだけでしょうかね。本当その通りですね。もう耐えてという、まあやはりプロの一級品といいますかね、その精神力の強さっていうのもやはり持ってますね。残り1分を手元の時計切りました。よく10人でね、そうなんですよ、ゼロで抑えられますよ。ボーガルドヘッドで落としてロイサル、いません、アヤックスの選手がいません。パウロ・ヌネス、マギノ、これはファウル。ここでフリーキックを取りました。手元の時計、次第に後半の15分に近づいていきます。いいところでフリーキック。さあここはどうするか。2番のアルセが行きます。さあスローインですか。スローインです。マギノ、ボールをセンタリングできるか。ヌネスに当たらない。ボールをキープした。手元の時計では後半の15分を経過して、ついに PK 戦に入りました。0対0で PK 戦、0対0による PK 戦が大会史上初めてです。アヤックス、グレミオ両者譲りません。第16回トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ PK 戦に入ります。Copa Toyota em Tóquio.ご招待、会場で待ってるで。詳しくはお近くのローソンで。やりました。エバラが夢の4割を達成。海藻とドレッシングが 40% 増量。おいしさ、簡単おいしいヘルシー、エバラこんにゃくと海藻サラダ。さあチャンスが増えたぞ、年末ジャンボ。1等のチャンスが 50% もアップ。年末ジャンボ宝くじ発売中。宝くじスーパーおいしい缶コーヒー、スーパーおいしい UCC、 本格コーヒー場贅沢クリーム、スーパーおいしい UCC、 コーヒー会社だからできました UCC スーパーオリジナルの新登場。好きさ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 、いつだって好きさ好きさ、チケットはリンゴとハチミツ、ハウスバーモントカレー。ロリン・マゼールのタクトのように的確な田崎のエクセレントカットが永遠の輝きをあなたに。田崎クリスマスフェア開催。かけるだけなんだ。焼肉をサラダにのせて、あら簡単、かけるだけ。お肉と生野菜が美味しい。あっさりハウス焼肉サラダドレッシング新発売。グレミオがアヤックスの猛攻を耐え忍びました。いや、10人になった後60分以上、松本さん、アヤックスのこの攻撃を防いだんですね、グレミオが。まあ見事のものですね。そのやはり南米サッカーというのは攻撃というものがついついですね、この上回るように見られますけれども、実際はですね、守備のうまいサッカーなんですね。1対1の守備のところでやるべきことをピシッとやれる、1対1グッと寄せるところは寄せる、奪いに行くときには奪いに行く、新米ですね。カバーリングするときは実にうまくカバーリングする。加藤さん、それにしても延長の後半残り5分、アヤックスがゴール前にボールを放り込んで、すごい怒涛の攻めでしたね。そうですね。しかしグレミオの方はですね、相手が放り込んできたらそれに対応できますし、つないできても対応できるし、ドリブルできても対応できる。本当にやはりブラジルのサッカーの底力っていうのを見せつけられてますね。ダンレイ対ファンデーサール、この2人のゴールキーパー、ブラジル代表対オランダ代表の対決になりました。でグレミオがですね、実は秘密練習を1試合行いました。その時に PK の練習もしたんです。でプレスを全部ですね排除しました。手の内を知られたくない、 PK 戦になるかもしれないということで、その辺りまでも良いシュートをヘルベ監督、日本に来てからも非常に考えていました。私もね、実は PK の練習してるのを見て帰りました。この大会の PK 戦で決着を見たのは第6回大会85年、ユベントスがアルヘンチノスジュニアを PK で 4-2、そして88年第9回大会、ナショナルモンテビデオが PSV アイントホーヘン、オランダのチームを PK 戦で破りました。それでね、山下さんね、はい、先ほどその PK 報道陣にシャットアウトしたって言ったでしょ、はい、あれはね、1回ですね蹴るフォームを見たらどこへですねこの選手が蹴るかっていうのが分かるということで、報道陣を全部ですね、外へ出してね、秘密練習してたの、私、ゴールの後ろで見てたんですけども、山下さん、はい、ファンハール監督はね、選手にお前は大丈夫か、お前はいけるかと一人一人尋ねて回りましてね、それで順番を決めた、指示は一切ありませんでした。なるほど。先行はグレミオ、5番のジーニョが行きます。ジーニョと言いますとリベルタドレス杯のこの決勝戦、コロンビアで行われたゲーム1対1の同点になるこの東京行きを決めた PK を見せました。さあ今これグレミオはね、選手、蹴る選手は全部ハーフライン上でですね肩を組んでる、ベンチも全部ですね一列に並んで肩組んでますよ。ジーニョ、ファンデルサール、距離は 11m、 勝負は 0.4 秒、止めた、ファンデルサール、止めました。フリーキックの名手ジーニョ、 PK の名手と言われてたジーニョね。ただジーニョは右膝をちょっと痛めていました。その影響があったかもしれません。しかしファンデルサールもボールのバーまでですね、はい、もう手伸ばしたらもう楽に届くような大きさですからね。197センチ、蹴る方にとってはね、やはりコースがこうないなって感じしますよね。クライファート、ダンレイ外した、クライファート、1人目、ゴールマウスにボールを蹴り込めません。オランダ代表、そしてブラジル代表のゴールキーパーのプレッシャーか、もうまさにプレッシャーですね、はい、続いては2番パラグアイ代表グレミオ、アルセイ、肩を組むグレミオ。さあ2人目はアルセです。アルセ、クロスバーを叩いた、まだ PK 戦、1人も3人蹴って決めることができません。やはり世界一決定戦のプレッシャーか、考えられないことが出てきてますね。不思議ですね、これは。グレミオはね、確率の高い順から今出てきてるんですよ。その選手が決められないってやっぱりプレッシャーですね。アヤックス、ロナルド・デブール、決めました。アヤックスリード。PK 戦というと去年の1月、対国王杯 PK 戦にもつれ込んで 3-2 でグレミオが勝ちました。さあその雪辱なるかどうか。グレミオ、マギノ野が行きます。16番ファンデルサール、決まりました。これで1対1。さあオランダ、フランク・デブール、弟が決めて兄が登場。フランク・デブール決めました。これで2対1、アヤックスリード。さあ4人目、これが加藤さん難しいですね。そうですね、これを外したらもう非常に厳しくなってきます、14番のジェウソン途中出場。さあこのペナルティーキックが明暗を分けるでしょう。ジェウソン、入った。ジェウソン決めました。2対2。まだ勝負は分かりません。さあ4人目はフィニディ・ジョージ。ここでフィニディ・ジョージが決めればアヤックス PK 戦圧倒的に有利になります。ゴールキーパーはブラジル代表22歳のダンテ。決まった。これで3対2。さあグレミオ5人目、この5人目が外せば、そしてゴールキーパーのファンデルサールが止めればアヤックスワールドチャンピオンです。オランダとしてはアヤックス初めてのトヨタカップ制覇になります。キャプテンのアジウソン、勝負はゴールキーパーを挟んで 11m、 0.4 秒の勝負です。キャプテンのアジウソン、決めました。これで3対3。さあ5人目、アヤックスはキャプテンのブリントか。最後は両チームともにキャプテンです。現在オランダで最高のリベロと言われるブリントが出てきました。キャプテンのブリント、世界一への PK か。ブリント、ブリント決めました。アヤックス23年ぶり2度目のワールドチャンピオン、トヨタカップ初制覇。オランダに初めてトヨタカップを持ち帰ります。南米の技を封じました。アヤックスのプライシングが続きます。ヨーロッパは91年のレッドスターベオグラード以来4年ぶりトヨタカップに勝ちました。対戦成績はヨーロッパ6勝南米10勝です。グレミオ敗れました。2度目の世界一はなりません。PK 合戦にもつれ込みました大接戦、第16回のトヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、決着をつけたのはブリントでした。オランダからはるばるやってきましたサポーターです。リトマネンもクライハートもギャルデンをゴールを奪うことはできませんでした。キャプテンのアジウソン、涙がこぼれています。ギャルデン、この東京でゴールを奪うことはできませんでした。PK 戦、アヤックスヨーロッパチャンピオンからワールドチャンピオンへ。オランダではトヨタカップのことをワールドカップと言います。まさにクラブチームのワールドカップを制しましたアヤックスです。ダンレイも及びません。優勝の瞬間、トヨタカップを制した時の瞬間です。いやー、喜ぶこのアヤックスのイレブンです。グレミオ、12年ぶりに巡ってきたチャンス。プロジェクト東京、この1年間を東京の国立競技場のゲームに全てをかけてきましたが、しかし守って最後 PK 戦にもつれ込んだんですが、アヤックスついにヨーロッパチャンピオン、ワールドチャンピオンに駆け上がりました。10人で戦いましたグレミオ。松本さん、はい、いやもう派手なですね、得点のこの奪い合いというゲームではなかったんですが、はい、非常にこう味のあるですね、ゲームということは言えませんか。そうですね、特にこの1対1のサッカーの大切さを知らされて、そしてこの南米サッカーの選手たちのですねゲーム展開にどのようなサッカーでもできると、はい、10人になりながらですね、なおかつヨーロッパの速いサッカーをゆっくりさせたサッカーにさせちゃったり、まあ、そういう意味じゃですね、このやはり南米のサッカーの素晴らしさっていうのを見て、そしてまあ PK でですねアヤックス勝ちましたけれども、まあ世界の頂点に立ってですね喜びというものをひとしおでしょうね。そうでしょうね。最優秀選手に選ばれましたブリント選手にはトヨタ自動車株式会社奥田博社長から記念の盾とゴールデンキーが贈られます。そしてトヨタカップ、トヨタ自動車株式会社岩崎正美副会長からトヨタカップが贈られることになっております。トヨタカップを制したのはアヤックスです。加藤さん、はい、涙にくれていますが、しかし10人で守ったんですよね、グレミオは。そうですね、こういうシーンは本当になんか胸が詰まりますね。まあ勝者と敗者のこう対照的にね、まあでも本当に両チームともね、はい、持ち味を自分たちのサッカーをやったっていうことは言えると思いますね。それも非常に高度なサッカーを見せてもらいましてね。まあ、これぐらいやはり勝負にかけるって言いますか、こだわるというか、まあ、本当に真剣さ、それがひしっと伝わってきますけどね。アヤックスは2年間にわたって49試合オランダリーグ負けなし、それから実は95、96のこのヨーロッパチャンピオンリーグも始まっているんですが、これも16連勝。ただ今年に限っていますと、アヤックスは今シーズンが3月の8日にオランダカップの準々決勝にフェイエノールトに敗れました。それ以外はずっと負けなしで、現在37試合これで負けなしということになりました。95年は37試合現在負けなしです。しかしすごい記録ですね、それはね。とにかくヨーロッパでは AC ミランがこのチャンピオンリーグでアヤックスに敗れました。で、攻撃力を見ました AC ミランのベルルスコーニ会長は、やはりサッカーは点を取らなければということで、あのウェア、バチオ大補強を行ったんです。1970年代のあのクライフ、ヨーロッパチャンピオンリーグを3連覇を見せました。その黄金時代と同じようにアヤックスがこれから世界に君臨するかもしれません。敗れたグレミオ、おそらくポルトアレグレ、グレミスタ、ブルーのサポーターはまさにブルー、涙にくれているでしょう。ブダイハート、ブリント、そしてドブール兄弟、ビニティ・ジョージ、ボーガルド、ゴールキーパーのハンデル・サール、世界一に輝きましたアヤックス。今日は強いこのアヤックスというのを松本さん見ることはできませんでしたが、はい、ただ、やはり随所にですね、レベルの高さ、はい、これからヨーロッパ、このアヤックスの時代が続きそうだというのを見せましたね。ゲームの中でね、はい、ダイレクトのパスがですね、ポンポンと続いてですね、逆サイドでさっとそれを食ってから一気に攻めるなんていうね、やはりヨーロッパのサッカーというのを見せてくれましたよね。ブラジルトヨタカップ不敗神話が続いていました。フラメンゴ、そしてグレミオ、サンパウロ FC、4試合4戦無敗だったんですが、この95年のトヨタカップ、グレミオがブラジルのチームとして初めて敗れました。しかし加藤さん、はい、何回も言いますが、このグレミオの健闘、叩いたいですね。そうですね、本当に11人のサッカーをね、最後まで入れれば一番良かったですけども、10人になってもね、全くそれを感じさせませんでしたね。そうですよね、はい、再び東京に来るチャンスをうかがうでしょう、グレミオ。そして来年またアヤックスがこの東京に来る可能性は十二分にあります。第16回のトヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、アヤックスが南米のグレミオを破りました。クライフを擁して1972年世界一に輝きましたアヤックス、23年ぶりトータルフットボールこそ世界に披露することはできませんでしたが、2度目のワールドチャンピオンです。トヨタカップ初制覇、アヤックスの黄金時代の到来を世界にアピールしました。